はい、三輪車の美車です。キランコです。ストーです。お願いします。お願いします。2023年1月10日雑談第433回の放送が始まりました。はい、この雑談放送は毎週ほぼ火曜日20時から YouTube 三輪車チャンネルで限定の公開収録という形を取らせていただいております。お願いします。というわけで1年、新年あげました最初の雑談ということになりますかね。はい、まあ、もう10日も過ぎているわけですが、そうですね、早いもんで早いもんで本当だね。もう3分の1が終わってるな。1月の、うん、あっちゅうまだね。中間ですね。駆け抜けそうだ今年も。ああ、この調子だと早いだろうね。早い感じしますね。いますよ。まあ頑張っていきましょうかって感じですか。一発目。そうですね。そうだね。ですね。これかかるのが13日か。13日。なるほど。まあよろしくお願いしますって感じですか。そうですね。とりあえず本年もよろしくお願いします。本年もよろしくお願いします。ございますが、はい。いかがでしたか。年越しはまあ一緒だったけど。そうですね。正月あたりは、うん。なんか家族と過ごしたりしたんですか。うん、ああ、1日だけかな。ああ、なるほど。1日。うん。こう、年末年始。はね、こう、うん、今回は珍しくあの嫁ちゃんが実家に帰ったから、ああなるほどね。こう年末年始帰ってることって多分何年もなかったような気がして、でまあ年始ちょっと経ってから帰るはあったんだけど、うん、でコロナもあってもうほとんど多分年末年始とか帰ってなかったはず。で今回は帰ったんで、うん、だから基本的に一人だったんですよね。あ、正月がね。もう正月。放送めちゃくちゃしてたな。そうだからあの全然休んでないかも今回は。普通にゲームしてたというか。あ、まあゲームしてたね。だ1月1日ぐらいかな、あの実家に行ってちょっとのんびりしたみたいな感じだったのは。なるほど、ね。そんな感じの。そうか、あんまりだから正月感、うん。正月感ないですね。ない感じ。今回はマジでずっとゲームしかしてなかった。いいじゃないですか。うん、そんな感じかな。なるほどな。うん。うん、そうですか。俺もでも3日？え、3日か。3日に実家帰って。3日。うん。で神社なども行き。行くんだ。いや行ったね。でなんだっけ、あのおみくじ引かしてもらいましたよ今年は。あら、まあバチコン大吉引きまして。あら、今年はもういいことずくめでしょうね。引けるんすか。いや引けるんだよね、なんか今年は。あらあらあら、今年はちょっと違うかもしれない、もしかしたら。運がいい。運いいね。大吉だから。お前4月10の放送で大吉引いたっつって、うん、今年運がいいって言ってる。いや今年マジ運がいい。今のとこまだ、なんか今のとこまだ、まあでもね、も頭に引いてそれならここからですよ。いいじゃないですか。あ、そうか。いやそうよ、大吉なんて、まあ、よかったな。じゃあな、うん、いやいいよ、本当に満足いく一年になりそうだよ。いやいや、まあまあそうだね、うん、この調子ならね、この調子ならね、うん、まあ、今年はねちょっと違うぺちゃんこを見せれたらいいんじゃないかな。でもあれってさ、どのぐらいの期間のことを指してるの大吉って。実際いや俺はどうだろうな、1年か次のおみくじ引くまでとは思ってる。それはないくない。でも1年、1年はあるでしょ。1年もあるかな。え、あんのかな。え、だまあその他に引く機会がなければ。うん、でもさ、引いたらそこで終わりっていうのもだいぶ変化、違う話でもね。ああ、更新されちゃうことなのかな。まあそうじゃない、引いちゃったらね。次の日に引いたらそりゃお前が悪いっていう話だけど。1年間大吉で居続けることがあるだろうか人って。いやそれはだってそうしてくれてるから神社が。まあそうだね。うん、だからまあそれはね、そうしてくんないと俺も困るよ、お金払ってんだからさ。まあ確かにそうだね。こっち別にタダでやってるわけじゃないから、お金払ってんだからさ。お金払っただけでなんか全ての権利を得たような。そりゃ200円払ってんだよこっちは。200円払っててさ1年じゃないとかだったらちょっとダメですよね。そうなんだろうね。
まあ、うん、俺も次引くまでみたいな感じのイメージだけどな。そうだよね、次引くまででいいよね、うん、な感じはあるけどな。俺なんか2時間ぐらいで切れそうな。いやいやいや、ないちょっと。もう引かない方がいいって。そうだよ、そんな大吉だったなっていう気持ちで引かない方がいい。ちょっと幸せじゃん。でそれで終わりみたいな。別に1年間通してじゃあ縁談が例えば書いてあることがどうだなんてさ。いやそれはちょっと甘く見すぎですよ。ちょっと違いますね、うん、ちょっとそれは。あ、そう、うん、なんか冷めてる。冷めすぎてるね。うん、冷めてるかな、うん、もうそれはちょっとやる。そうですね、やるべきじゃない人間かもしれない。もしかしたらやるべきじゃない、ね、やるべきじゃない人間かもしれないよ。引くべきじゃない、うん、引くべきじゃない人間がここにいたかもしれない。一体どうしたんだってぐらい冷めてる。それはそうダメだよ、そんなん。1年ぐらい行きましょうっていう感じ。そうだね。じゃあペイさんは1年間大吉。大吉。まあ、気持ちの問題だからね、ああいうのはね。そうそうそう、別に俺気持ちの問題って言っちゃったらさ、効力分の1じゃないじゃん。違う。俺も大人だから、うん、俺も大人だから、まあ、やっぱりこういうのは、ね、大吉行けばポジティブに考えた方がやっぱ嬉しいよ、気持ちは。やっぱあの文字でドカンと出た時に、うん、おいけるのか今年はっていう、うん、古い自分を奮い立たせるあの感じになるやつだよね、うん、そのための後押しですから。そう、四国だったかな、あの3人でさ、うん、聞いたのを、まあ、結構なところで弾いてるから分かんないんだけどさ、うんうんうん、ちょっとさ猪木みたいな感じになってさ、裏の格言みたいなやつ読んでくれた時あったじゃん。 あったね、はいはい、あった。今回なんかね、あれと多分一緒だかのやつだった。あの、あ、へー、書いてあることがなんか、いや書いてあることはもしかしたら違うかもしれないけど、ああいう感じで後ろになんか格言みたいなのが書いてあった。ふん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 、やったーと思って、あの時思い出しながら、だからまあそれで一回、ね、うん、運は良かったかなっていう感じあります、ね。なるほど。いや引いてねえわ。いや、俺も今年引いてないな。べきですよ。神社に行ってねえわ。神社にも行ってない。いや俺もね、ここ最近は何年も行ってなかったけど、珍しく。まあ、そうよな、行ってみました。まあだから、まあ、3日だから別にそんなに人もいないし。ああなるほどね、まあ、1日行くもんね、うん、みんなね。そうだね、うん、1日2日が多いかな。ああなるほどな。それで、まあ、まあゲームもちょこちょこやりましたけど、はいはいはい、なんかちょっとこう思い立ってマーベルを見返し出しちゃいました。ああいいっすね。うんうん。でしかも今回はあの俺日本語で見る派だったからさ、うんうんうん、今回はちょっと英語字幕で。あ、いいじゃないですか。ほう、言っててフェーズ2までかな。フェーズ2がどこなのか分かんないな、ね、アントマンまで見た。あ、結構見たね。あ、アントマンまででフェーズ1なの。うん、フェーズ2。あ、フェーズ2だね。フェーズ2までか。でその次がフェーズ3かな。シビルウォーからがフェーズ3っぽいけど。あー、なるほどね。見出して、いや英語もういいね。なんか字幕なんで、なんかほんと字幕でさ映画見ると不思議な感覚に陥るんだけどさ、うん、なんか文字読んでるのにちゃんと画面ってなんでこんなに見れてんだろうってなんかちょっと不思議に思う。あまりにも映画見なさすぎて。そう、見ないし、だな、あの日本語で見てるから。うんうん、一瞬こう字を見てるわけだから、その瞬間何も見れてないはずなんだけど。そうなのに、うんうん、まあ見れてるんだよね。別に見れてんのよ。まあ見れてますよね。まあ見れてる見れてる。あれ何なんだろうって、うん、ちょっと思いながら見てた。そこに疑問、まあそうか。なるほどね。しかもアントマンでさ、うん、あのまあ字幕が英語いいなと思ったのが字幕ね、うん、アントマンの時なんだけど、うん、なんか。まあ、パートナーというかさ、うんうん、なんかこう陽気な人が一人いるんだけど、はいはいはい、それが日本語吹き替えだとブラマヤの小杉さんなのよ。ああ、はいはい、そうなの。そうそうそう。でうわ、なんだろうこの人、この感じって最初思いながら見てて、うん、最後あのその名前のとこ見て、あ、なるほどだからかみたいな感じにはなったんだけどさ、うん、ああなるほどね。そう、ちょっとなんかこう引っかかりがあるみたいな、うんうん、あのキャラクターがなんかこう作戦をこうなんとかであらでみたいな感じで早口で喋ってて、うん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 、で回想シーンになってこうでかあーでみたいなことを言うんだけど、うんうん、英語だとちゃんと口があってだっていう、あ、違う人だって。そう、あの回想で違う人が喋ってるんだけど
その小杉さんがやってる人の声でこう口がちゃんとシンクしてるというか、はい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 、はい、感じだったの。でも俺日本語で見てたからさ、全然だからそれが違くて、なんかそういう発見もあったりして、英語字幕も、あ、なるほどね、面白い、ね、あの まずあとその役者さんの本当の、まあ、声、ああ、声も聞けるからよりいいよね。でもなんかちょっとやっぱ、ね、あれだね、日本語の声当ててる人ちょっとやっぱ寄せてるっぽいね。あ、人によるだろうけど、多分、まあ、人によるんじゃない。ああ、寄せられる人だったら寄せてるだろうし、うん、寄せられないかったら寄せない、まあ、うん、あのキャスティングの段階でそもそも似た声選ぶ場合が多いだろうし、うん、ただもちろんそのなんかアイドルだったりとかっていうので全然違う、うんうんうん、どうしてみたいなこともあるから、うんうん、でも米倉涼子さんだっけ、うん、がやってんのよ、あのブラックウィドウの。あ、ブラックウィドウ、うんうんうん、割とちょっとこう似てるというか、うん、まあやっぱそう、雰囲気大事だもんな、絶対な、雰囲気が、あ、うん、割と似てるんだな声質みたいな感じ、うん、あったもん。そうね、ちょっと分かんないわ、うん、俺は本当字幕でしか見ないから。俺もあんま見ないな、うん、でも字幕は字幕でやっぱ1回に出せる文字数限られてたりだとか、うんうん、あるね、4秒で、ね、そうそう、翻訳してる人のこうなんていうのかな、あ、なんか言うよね、なんか変わっちゃったりもするから、まあ良かれ足かれみたいなところあると思うけどね。実際どっちがどっちっていうのはちょっと違うって時はあるっぽいからね、やっぱね。あるある。うん。意味が全然変わっちゃうとか、まああるから、まあちょっと難しいとこだとは思う。うん。今後もいいし、英語ももちろんやっぱ そうだね、その人の声で見るっていうのも熱いね。熱かった。うん。そんなこんなで、あっという間に終わったね、お正月も。映画、映画を見た。いいですね、珍しく。なるほどね。うん、そんな感じでした、私。哲夫さんは？俺も1日から、ドンさんと一緒に1日に帰って、うんうん、で、まあ実家帰って家族、あのね、いとこが毎年来てるんだけど、今年なんか終わり際にコロナになっちゃったらしくて、うんうんうん、年、うん、終わりに、そう全体的に、まあもう結構治ってるっぽいんだけど、まあちょっと無理せずみたいな感じで、うん、で今来なかったのかな。結局その姪っ子ちゃんとその姉、お母さん、だから俺のいとこの女、妹いとこになるのかな、うん、だけ来てお年玉も踏んだくって帰ってったけど。あ、なるほどね。そう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 。あ、まあそうですね。で実家帰ったらなんかね、12月31日にすき焼き食べたらしくて、うん、なんかそれでうちの親父がなんか腰悪くしたって。え？なんか腰調子が悪くなった。あ、調子か。そう、調子が悪くなったみたいな、なんか食いすぎたみたいな感じで。体いわしてんじゃん。基本的には寝てたけど、なんか途中から起きてきた、ね。あ、え、じゃあまあ大丈夫では。まあ基本的には大丈夫だったっぽい。うん、よかったけど、すき焼き食ってたんだと思って、なんかそこ、そうだね。で帰った時に急にその母親から、そういえば、うん、あの家族親戚での LINE があるんだけど入るみたいな。えっ、すごっ。逆に親戚も、親戚のと家族のとっていうのが2つあるらしい。あー、2つね。鉄道家、まあ鉄道家なのか分かんないけど、うん、その全体チャットみたいなのがあるんだ。全体の LINE グループ、これだからいつできてるのか分かんないんだけど、うんうん、結構経ってるっぽいんだよね、なんかできてる。呼ばれるの遅いね。普通呼ばなくない、息子は。いやでも兄は呼ばれてるんだよ。あ、それはちょっとあれだな。兄呼ばれてた。兄を抜かした。俺だけが呼ばれてないの。その、あ、それはちょっとあれですね。あの、その家族だけのやつが身内会っていう名前なんだけど、わわ、そこには。でも 逆に まあ、やっと身内になれた。そうだから、やっと呼ばれた、ね、でその いとことのやつは親類縁者会っていう。親類縁者会かっこいい。なんか誰がつけたんだろうなこれ。マジ、いいな、そんなんあるんだ、このグループがある。ほうほうほう。
あるらしい。どんな話？それがね、俺が参加してから全然喋ってないんで、ね。うん、あれ？え、参加しました。まあ、そうだろうな。鉄道です。お願いします。やった？こんにちは。あのよろしくっていうスタンプを送った。ああ、よろしくスタンプね。うん。そしたら、うん、終わったわそれで。今のところそれで終わって。まあそうだろうな、まあ、いやそこが動きまくってても嫌だわちょっと。そうだね、うん、確かにここでなんかすげえくだらねえ話されてる、ね、それはすごい気になるけど、1回か2回だよね、うん、動かないのが普通、年越しとお盆とか、うん、こんぐらいで動いてくんないとやっぱちょっと疲れるよ、ちょっとしんどいよな、うん、そうだね、体調とかこれてきても結構重たくなるしね、なんか日記みたいにさ、なんか今日あったことみたいな話されても、そうだね、おーってなるやな、今日は気分が悪いみたいなそうどうしよう、どうしようってなるな、うーんってなるよなそうなんで、まあだからそれと、うん、あとなんか地元が結構さ駅前変わったらしくて、いろいろ変わってんだみたいな話をして、だから帰り、うん、その案内してもらって、ここが変わった、ここが変わったみたいな、浦和駅が新しくなってここら辺がもうなくなったんだよみたいな話をしながら、まあでかいから入ってきた感じかな。浦和駅ってでかいんでしょそもそも。ね、浦和まあそんなにでっかいってわけでもないけど、最近こう、うんうんうん、まあなんかいろいろやってるなって感じかな。もともと古い駅だからそんなに大きい何かがあるってわけじゃない。駅自体はそんな大きくないし、ね。どうなんだ。うん。まあそんな観光して終わりかな。あとはもう本当三が日テレビ全然見なくて。あ、まあ分かる分かる分かる。そうだ、正月番組みたいなのいっぱいやってたはずじゃん、多分、うんうん、でも本当に見なかったな。いや俺もさ、いや正月番組好きだから撮ってんだけど、うんうんうん、やっぱ正月の時に見ないと、いや見ないんだよね、ダメだろうね、なんかね、もうやばいと思う。分かる分かるさ、うんうんうん、慌てて5日ぐらいにあのトンネルズのやつが好きだから、スポーツ王は俺だが、あーやってるね、はいはいはい、あれ好きだからさ、もうこれはやっぱちょっと正月感ある時に見ないとって見たけど、うん、その他のなんか鉄腕ダッシュとか、ああいう毎年やってるやつはちょっとやっぱ途中まあ、見なくなっちゃったりとかしちゃった。あ、なるほどね。面白いって分かってるけど、もう何年も見てねえな。そうなんだよね、何年も見てねえや。俺も結構何年も見てないかも。別にテレビ見なくなったわけじゃないんだけど、うんうん、正月にテレビを見なくなったって言って、あー、うんうん、なんかわざ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 っていうのも変だけど、だったらゲームしようかなとか、まあ、はい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 、うん、編集しようかなとか、まあ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 分かります、なんだかんだ編集してたりとか、うん、文章書いてたりとかして終わっちゃったな。正月感は、ね、あんまりだからね、正月かって言われるといつも通りだったわマジで。なんかドンさん、うん、マジで1日は、うん、1日はマック食べたらしいじゃん。いやー、初マックいただきましたありがとうございます。てか1日からやってんだね。やってますね。もう驚いたけどね、さすがになんかそうだ、ね、あったんでしょいやそう、いやいや、なんか、うん、正月まあいとことかも来るから、俺は寿司買ってきてほしいって頼まれてたの。で家の方ではおでんをもう煮てますと。あ、正月いいね、いいね、おでん煮ちゃってますから。であとおせちも用意すると、うん、はいはい、いいよね。で、あ、じゃない、なんかいとこの方も買ってくんのみたいな、毎回買ってきてるから。で結構ジャンキーめなのを買ってくるというか、まあ、ピザとかケンタッキーとか、はいはいはい、まあそっち系かなとか思ってたら、うん、今回はマック買ってくるっていう話を聞いてマックと思って、うん、マックなんだと思って。でもなんかまあ本人曰くその、ケンタッキーとかよりかはマックがいいみたいな話で、でまあ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 、まあそうだ。俺はそのマックって聞いた時に、うん、ポテトとか、まあ、ナゲット、はいはい、ナゲットとかねをずらっとこう並べる感じなのかなと思ったんだけど、うん、ちょいつまむ系のあのサイドメニューってことだよね。そうそうそう、パーティー的な感じでね。そうそうそう、パーティーバーガー一個ずつ食うとかじゃなくて、うん、そうそうそう、だって他があるんだもん、他たくさんあるわけだから、おでんもあるから、おでんもあるし、寿司もあるわけだから、おせちも結果あの段になってるなんかちょっと立派なやつだったりとかしてさ、いい感じなのこれから、これはそうだろうなと思って行ってみたら、 T
ケリヤキマックバーガーのセットが8、9ぐらい。みんなまずケリヤキ食えと。びっくりしちゃってさ。おせちが弱まるぞ。たださえさ、おせちって一個一個基本的に弱えんだからさ。ケリヤキ行ったらもうだってそれでお腹いっぱいじゃん。そう、ね、しかもセットだからポテトも1人ポテトもあるし、そうナゲットもあるし、で8個あったら8ポテト分あるってこと。8ポテトぐらいあったんじゃないか、ね、ナゲットとかもあったし、そうでマックシェイクとかもあって、シェイクにしてくれてる。うちの父ちゃんが初めてマックシェイクを飲んだって言ってて、あ、へえ、でもそうか、そんなもんか、うん、うまいってちょっと感動してたな。あ、そう。そうで、テリヤキマックバーガーも、うん、いや本当多分これ何十年ぶりだっつってね。あ、まあでもお父さんとかだとそうかもね。そんな行かないだろうし。半分食べて残りはいいとこにみたいな感じで食べてたけど。あ、そう。すげえ簡単だったよ。ごちゃ混ぜの。これおせちもやらなくね、そこまで行くと。いや、あのね、なんかね。そう話出たのはこれ、うん、こんな立派なおせち、うん、まああったらあったで美味しいけど、うん、正直あのなくてもいいんじゃないっていう、その、はいはいはい、だ別にもう好きなもんを並べるで、いやなんか正月にもうこの際マックとかにしたらさ、うん、楽しそうじゃない、うん、逆に全部ね、そう全部3ヶ月全部マック、なんかの一生分食べるぐらいだよね、だからそうだね、うん、ドキュメンタリーであったけどアメリカでスーパーサイズミーみたいな、うん、まあ少なくとも1月1日だけはさ家族みんなで揃ってマックとか結構なんか、うん、おしゃれというかいいけどな。そうね、楽だろうし、その準備とかもさ全然いらないじゃん。で捨てるゴミとかも簡単に捨てられるからさ、うん、そうね、結構いいかなって思うけど、うん、もうおせち俺は何年も食べてないな。いやーだ実家で出なくなってもう、実家も頼んでもいないの？頼んでもないし。そうなんだ。俺が好きな数の子と、うん、ここ酢のタコ、うん、とあとはもうカニとか、はい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 、焼肉みたいな。うーん、でこれはそうこれはどうしてもっていう俺のまあリクエストもあって、お雑煮は、うん、あ、雑煮ね、うん、お雑煮雑煮はね、どういう雑煮なの？普通の透明なの？あ、うん、味噌とか、うん、透明で、うんうん、あれ結構中って入ってんのかな。うちだとなんだ、里芋とか、はい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 、はい、あーへー、 あと何入ってたかな、大根とか、大根ね、あと葉っぱ、うん、あーその辺の、あーなんかその辺の葉っぱあるよね、その道端の葉っぱそうそう、はい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 、うちも入ってた道端の葉っぱちょっとだけ、うん、あの葉っぱ道端の葉っぱ入って、うん、あとは餅入れるか入れないか、今回はなんか肉とか結構あったから、あ、持ち入れずに、あ、まあ、汁物として行ったけど、なるほど、はい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 、うん、それぐらいだね。もうだから何年も食べてないおせち料理は。じゃああれだね、ひょっとするとおせち文化が失われる可能性あるね、ぺちゃんこ系は。そうだね、俺も別にだから、ね、あの、うん、何段にもなってるやつあるじゃん、3段とかさ。あ、そうね、うんうん、あれ正直俺見たことないかもしれない。あ、いや結構面白いよ最初、どんなん入ってんのみたいな。いや、ツイッターでよく見るよね、うんうん、上からみんな綺麗に撮るじゃない、うんうんうん、あ、そうね、そう、なんか ついてくるさメニュー表みたいなのがあってさ、うん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 、それにこうなんか何が入ってって載ってるんだけど、そう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 、そのメニューのところの横にさ原材料も載ってて、え、うんうんうん、だからなんかわけわかんなくなってたら何が何やらみたいな。なるほどね、原材料もあっちゃってそうそうそう、あ、まあなんかでも一個一個あれ理由あるんだよね、これがあるのは、まあ、なんか縁起のね、あ、うん、あるあるんだろう。でもなんか本当かな、ローストビーフみたいなの入ってたりしない？あ、あるある、あれも理由あるのか、うん、あ、もあるんじゃない、なんかちょっとなんかこうなんかでも俺仮に家庭を持つところまで行ったら、うん、やっぱ復活する？おせち買ってみたい。ああ、まあ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 、あれはで上から写真撮りたい。はい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 、予約大変だっつってたな。いやー、どこもね、予約そうなん、うん、結構早い段階でマジで予約しないと。あ、でもそうだね、秋とかにはもう、うん、
そうそう、オリジンとかは予約してたわ。うん、うん、それがもう早い段階でしちゃうのが楽。うん、うん、そうだよ。そうだ、ね、でまあ自分のところに届くようにするの、持ってくるのか。届くようにするんじゃない？あ、じゃないかな。うん、多分そうだと思う。俺も頼んだことねえから分かんないけど。うん、いずれやっぱりちょっとおせち文化は取り戻したいね。なるほどね。なるほどね。ないかな多分。なんか雑煮作ってたみたいだけど、結局俺が行った時には食べなかったから、うん、朝多分食べてたんじゃないかな。なるほどね。うん、いいじゃん。だからどんなとこはもう雑煮じゃなくてシェイクに。もうシェイク、マックシェイクだね。だってもうどのシェイクがいいって言われるみたいな。シゲル大絶賛でしょ。いや、うまかったみたいだよ。めっちゃおもれえけどな。じゃあもうアメリカ見てんだって。そうだね。アメリカでも やんねえと思うけどな。マックどうなんだ、行くんかな。行くだろう。行くアメリカどうなんだろうね。やっぱピザとかは行くんかな。行きそう。ピザは行くんじゃないの。ピザは行きそう。ピザとコーラ。ピザコーラで。コーラは行きそうだけどな。コーラは絶対行くでしょ。そうな。あんまでも海外とか分かんないね、実際ね。何言ってんだか。でも結局おでんが一番うまかったけどね。おでんめっちゃ食った。いや、まあおでんはうまいよな。おでんはあった。うん、めちゃめちゃ煮込んだったから、本当大根なんてないもうないやつ。そうそう、ないもう口に入れた瞬間なくなるやつだった。うん、そうでしたね。そんな感じでしたね。うん。まあそんな感じの三が日でございましたが、はい、今年というかまあ第一回目の放送は、はい、共通のテーマがありまして、はい、まあ、今年の目標ということで、皆さんからどんな今年どんな目標を立ててますかっていうのをまあ聞こうかな、うん、ということあったんですけど、お二方どうですか、今年はちょっとこうしたいなみたいな、なんか軽い願望みたいなのあったりするの？ありますよ。お、来た。あ、じゃあペイさんちょっと聞かせてもらっていい？最近ちょっとこうひしひしと感じてた、うん、あの明日の自分にめちゃくちゃ甘えてるなっていうのを最近めちゃくちゃ感じてて、明日の自分に今日やらないってこと？そう、はい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 、はい、なんかね、洗い物とかあってもまあ明日とか、洗濯あっても明日とか、はい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 、マジ明日の自分を最強だとずっと勘違いし続けてるから、うんうん、ちょっと今年は甘えずにやろうと思ったら、まあ今日中にできればいいなっていうのをちょっと掲げようかと、うん、なんでそのちょっと曖昧にするの？まあまあ分かるよ、言ってることは分かる、ああそうだなって思う。そうでしょ、めちゃくちゃ、うん、だからもう明日の自分に甘えない、うん、ということですね。うん、もう言い切ってほしい、あのきっちりと。そうだな、甘えないっていうことを明日に持ち越さない、うん、言い切ってほしいわ。まあそう、明日の自分、うん、それだってあんまりそれがもう甘えてない。ちょっともう甘えてない入ってるんですよ。うん、明日もう甘えてるこれ。うん、うん、1年間後の自分にもう甘えてる気がする。甘え入ってますね。甘えてる気がするけどな。あ、そう、うん、まあでもちょっと本当に甘えずに頑張ろうかなと思ってる。お、ああなるほどね。いや、いい、うん、いいじゃないですか。そう、 そういうことだよね。まあまあまあ、まあ、いいと思いますよ、うん、まあ、あとはちっちゃいけど、うん、今年俺エルデンリングクリアしようかなと思ってるわ。あー、ゲームの方でね。2人はもうはんはんはんしないでしょ。いや、まあしないってわけではないかな。しないとは言い切れない。言ってない。父さんは随分あるよね。しないとは言ってない。本当？うん、まあだから2人のためにも、3人称から1人でも先に。あ、いいですね。クリア。だってもう近いんでしょ。俺は近いらしい、うんうん、あ、そうなんだ。そう、俺は結構やってたから近い。俺まだ多分半分ぐらいだと思うから、うん、今年中序盤から。鉄道さんだってまだ本当に片足つま先突っ込んだぐらいだもんね、うん、そうかな。うんうんうん、分かんない、全体が分かんないから分かんない。あの、そうだ、コメントにあるけど3人ではねできないです。あ、そう、3人ではね、あの規約がありまして、規約があってできないです。そうだね、そう、モッドを入れてはダメなんですっていう。できないですね、うん、なのでちょっともうここはまずは俺が今年中に
なるほど。目指そうと思ってます。いや、いいじゃないですか。いいんじゃないですか。うん。そんなとこっすね。なるほど。はい、なるほど。私はまあ去年に引き続きになるんですけど、まあその一回話したんだけど雑談で、その本を読んで気づいたこと、まあいろんな本を読むのもいいんだけど、もう一回同じ本を読むのも大事だなと、数多く読めばいいってわけじゃないなっていうことだから、まあ、もうちょっと自分がこの本好きだなと思ったら、まあ、もう一度繰り返し読んでみようかなとか、でちょっとそれがそのなんだろう、血と肉となるのをちょっと感じたいなと、今年はその本を読んで、うん、まあなんだろう、うん、額がついたなとちょっと感じる、感じられるぐらいにちょっとその本をなんか徹底的に読んでみたいなっていうの、それは何冊か、まあそういうだから好きな本を見つけたいみたいな。なるほどね、まあ、年間通してこれちょっとまた読んでるなみたいなね、確かに何冊かあるかな。そうだね、それをちょっと見つけられたらいいなという感じですかね。なるほど。そうですね、コメントにあるけど、もう何かをなんか得られたらいいなって感じ、その本から。本から、うん、へえ、なるほどな。ですね、高いね、ちょっと高くいきたいですね。高くいきたいですね。いいじゃないですか。まあ、ゲームに関しては、まあ、配信適度に頑張りますっていう感じかな。なるほど。そうだね。適度がいいは適度。そうですね。なんだって適度がいいですよ。ええ。という感じでございます。なるほど。あと、あまり、まあ別に休むのは悪いことじゃないんですけど、今年は休みたくないなという思いがありますね。そうだね。特に2回目の休み、去年2回目の休みなんか不意に来た、そのなんか胸の痛みみたいな、そうそう、あれはなくない。まあまあ、そうそうそう、しょうがないんだけど、そのなんかあれやだなと思って、ああいうの、ああいう休み。なるほどね。1回目も驚いたんだからね、俺。まあ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 。マジ嫁さんからの、あのメッセージマジ。本当に俺何このめちゃくちゃ急に冗談言ってんなと思って、はい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 、それはマジな話ですかって俺返してるからそうね、まあ1回目の、もうまあおかしいなってなった瞬間はやっぱあったから、はい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 、でもそこ、それを経て、あ、もう多分ちょっと考え方が変わってるから、なかなか多分ああはならないと思ってるのね、自分の中では。あ、なるほど、うん、だからそっちに関してはあんまり心配してなくて、はいはい、まあ、どっちかというと健康面の方。いや、そうだよね。そうなんだけどだからそのまあ、ああいう感じで休みたくないっていう、健康維持、健康維持のまま1年通して、あの健康祈願ね、ちゃんとやっていきたいなという感じかな。まあそうな、健康でいるのが一番、まあ、そう、ほどいい感じにさ、別に、休んじゃダメなんてこともないし。そうそうそう、もうほんとダメな時は全然休むんですけど、まあなるべくならやっぱ休んでしまうと、やっぱほんといろいろ心配かけてしまうんでそう、ちょっとやっぱりね、よろしくないなと。まあ家族にももちろん心配かけてしまうしね、二人にも心配かけちゃうし、でちょっとまあなるべく休まないように行きたいですね。まあでもそこに関しては3人一緒だよね。まあそうですね、結局は。別当さんだってね、石できちゃってたりもしたし、そうだね、うん、なんか意外と長引くもんじゃなかったから、意外と大丈夫ですみたいな感じで言ってたけど、いますからね、3人ちょっとですね、頑張りましょう、頑張りましょう、頑張りましょう。デトさんは、私はそうだな、まあ本当健康っていうのはそうなんだけど、なんかね、去年なんだろうな、別に何かをサボってたわけじゃないんだけど、こう前のめりだったかというと、そうとは言い切れないなというか、なんか全力出しててたのかなっていうのが結構なんか、攻めてなかった、何事にも対して、何事にも、まあ、やるはやってたけど、もっとなんかやれることあっただろう、なんかもっと多分忙しくできたなみたいな、はい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 、ふうに思ったんで、ちょっと今年なんか早めに終わらせよう。だからそこペイさんとちょっと似てるかもしれないけど、なんか締め切り例えばあったらギリギリ
ちょっと前に終わらせるとかじゃなくて、もう早め早めに終わらせて、はい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 、はい、その分こう時間作ってなんかやろうみたいな、ことをちょっと思って、まあ特にね、多分3人のうち鉄道さんは一番外に出る人だから、うん、それを別のねことをやってるから ね、それをやった方がまあ外にも出れるもんな。そうね、あとは、うん、その映画をちょっと見なさすぎた。おお、珍しい。あ、全然行かなかったから。でも確かにね、数年前は本当に何十本と。確かにだね、うん、ちょっと今年はもうちゃんとしようと思って、おちゃんと映画見に行こう感じかな。あ、映画館に見に行くっていうことか。映画館にも見に行くし、うんうんうん、家でも見る、家でも見る、まあ、見るタイミングがあったら見る感じで、なんかだから両方かね、その予定を終わらせちゃえばその分時間ができるから、うんうんうん、その時間でなんかやろうみたいな。なるほど、余裕持ちたいね。そうなの、それはそうね。そう、去年だからあんま余裕がなかったなっていうふうにもちょっと思う。確かに、うんうんうん、作ろうと思えば作れたけど。そうだね、なんか一日の予定とりあえずなんとなく入ってるみたいな感じで、なんとなくやってその一日で終えてたのよ。うんうんうん、なんかこれがあるからこれで今日終わりですみたいな。はい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 。明日はこれがあるからこれだけでとりあえず何もしないみたいな。だから、うんうんうん、もうちょいなんかこれとこれギュッてやれば開くでしょみたいな風なのはちょっとなんか。はい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 。やろうかなって感じ。いやもう編集とかもそうなんだよな。そうだね、編集とか特にそう。ギュッとやりゃいいけど。よし今日はここまでかな。はい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 。そうね、さゲームしようみたいなさ。いやもう、うん、俺終わらしちゃう方なんでね、編集。ああそれ偉い。あのね、途中なの嫌なのよ結構。俺ね OK なんだよね。俺もあの編集さ、あ、そう、うん、あの分けてるのよ工程を。あ、まず最初は例えばカットだけとか、カットとこれを入れる、で終わったら文字入れてとかっていうのをやってるから、はいはいはい、ここまでっていう部分ができちゃうの。ああ、なるほどね。ドンさんの編集ちょこちょこ見てると一発で全部やってるから、それがねちょっとね俺できなくて、マインクラフトとかもまずは切って、うんうん、ああなるほどね、工程が自分の中であるから、うんうん、それ通りにいかないといけない。ちゃんと全体切って尺ができたら文字入れるみたいな、うんうん、まあでもそれはそれでいいことだよね、うん、段階踏んでやれるのはいいけど、うん、俺逆にできなくてもう全部いっぺんにやっちゃうから。だからそうすると同時進行で途中があるんだよ。よしここまでっていう。そうだね、あ確かにそうかもね。そのやり方の違いなのかな。切りがあるんだよね。切りがある、いい場所がいくつかあるってことでね。そう、あなるほどな、そうか、やっぱその辺もだから、よしじゃあちゃちゃんとやっちゃおうと。ああなるほど、もっとできたら。まあでもペイさんやってるのって長いからそういうのがいいのかも、編集の仕方的に。あ長いし、あとなんかその、うん、あるじゃん結構細かないろんな演出が、うんうんうん、切らなきゃいけないとこは結構あったりするけど、 ある程度必要なんじゃない、そういう段階、うん、段階踏まないと確かにやりづらいかも。俺切ってやってたけじゃないもんね。やってるのって、まあ、例えば地球防衛軍とかだったらさ、大体、うん、まあ1時間弱とか、うん、だから、うん、まあもう通しでやっちゃった方が多分やりやすいんだよね。でも1時間弱でも結構それが 40分ぐらいになるみたいな。はい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 。大体。力使うよね。うん、でも大体もう多分 3,4 時間集中すれば。で終わるから。だからやりきっちゃうんだよね。ああそっか。1本にかける時間のあれもあるか。そう。1本単位で考えるとね。1本単位で考えると。それぞれ違うだろうから、うん。かかってる時間が。そう。残すとめんどくさくなっちゃうのよ。なんかもうわかるわかる、あのまだあるんだよなっていうのが、そうずっと後ろ引きずられてんのよ。そうなの、そうだ、嫌なのそれが。そうまだあるんですよあなたには、なんかっていう
なんかあるじゃん、自分なりの予定が、今日この編集を終えて明日こっちの編集をしようみたいな、ある程度予定立つじゃん。で今日この編集が終わんないと、その明日やろうとしてた編集の前にこれをやんなきゃいけないんだみたいな。あ、分かる分かる、ね、だからそれで俺は去年は甘えた時があったよ。そう、だからまさにそれ、まさにそれじゃん。そのこの日までにこんだけやるから今日はここまでで、やってたから。そう、甘えてんだよ。明日の自分で強えからさ、ね、無敵なのよ。そうなんだよな。できると思ってるからな、基本的にはな。そう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 。嫌になっちゃうからさ。あれちょっとそれを。まあだからそう、俺もだからそれをもうちょい、うん、詰められるよねっていう話だね。だからそこがね、イコール余裕ができて、確かに確かに、そうそうそう。やっぱりいいよね。いけますっていう、うん。もうちょいやれますっていう。うん、そうそうそう。いいですね。いいですね。やれてたんだよな。そう、昔もっともっと、いやそうやれてたんだよ、うん、今はなんかちょっとまあ別に やってるけど、うん、なんかなっていう感じ、環境の変化とかもあるしな。まあそうですね、うん、まあ最終的にも今年はちょっと余裕を持ってなんかいろいろ、そうだね、いろいろチャレンジもしたいしね、うん、そうだね、できたらいいなっていう感じではありますけどね、うん、まあ、基本は変わらないと思うけどね、基本は変わらず、うんうんうん、やりたいなっていう感じですか、はいはい、では皆さんの、今年の目標など聞いてみましょう、はい、まず明日やろうはバカ野郎さん、やべやべやべ、ま、来たじゃん、おいてめえ、痛い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 、ドンさんペーさんテッドさん明けましておめでとうございます、おめでとう、おめでとうございます、今回のテーマである今年の方ですが、私はすぐやらなくていいことを後でいいやと先延ばしにすることをやめようと思います。あーまさにだ、同じこと言ってる。そこで日常的に心がけるのはもちろんとして、去年先延ばしにした以下の3つを終わらせようと思います。まず1つ目が転職して実家から出る。あーなるほど。2つ目が体重を適正体重にする、うん、3つがマイナンバーカードを作る。あ、わかるわ、マイナンバーカード、ね、なるほどね。確かにマイナンバーカード結構先延ばしにする人多い、聞くな。俺もそれで伸ばして伸ばして去年やっとですよ。なるほど、やっと作った、なるほど、ね、思ったより簡単だったわ。いや簡単だよね、どんどん簡単になってんじゃないかな、うん、確かに。そうか、簡単になってんのか。家で写真撮って後ろ、ね、白い背景なら、え、うん、そう、今はね家でいいの写真撮って、そうなの、だから自撮りでいいの、マジか、うん、アプリで、うんうん、あるのよ、そういうなんか履歴書カメラみたいのがあって、ああああ、うん、それだとこう後ろ背景白くしてくれたり肌をなんかとかしてくれる加工があって、うんうんうん、なんかそういうのでマイナンバーカード用みたいなモードがあるから、うんうんうん、それでやって、ね、でなんか QR コードを読み込んだら住所とかも全部なってるから、え、何これ思ったより楽じゃんみたいな。俺は更新でやったんだけど、うん、すげえ楽だったな。そうなんだ。ただあの電子パスワードみたいのだけは絶対忘れないようにしないと。あー、あ、そうね、確かに確かに確かに。あれペーザーも、ね、何年後かに言われるから。言われるね。ありますかって急に。やばい。あのさ、急に言われるクイズみたいに。3個ぐらい作るんだよね。3個も作ったっけ？あれわかんねえ。3個ぐらい書かされたんだよ。確か。3個何用と何用みたいなやつかな、かな、4桁と何桁みたいなのがあった。ああ、そう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 、なんか何個かある。俺4桁じゃないやつはやばいかもしれない。ちょっとあれ忘れないに言っとけここで。いや違う、記録しとけ、記録しここで。そうか、うん、それでみんなに何だったって聞けばいいのか。何だったって聞けば、そう、何だよって教えてくれるから多分いつだってやばいね。うん、それ、いやそうか、それそう8桁か6桁ぐらいのやつあったよ。なんかね、分かれてな、電子用のなんかみたいなのがね、結構期限がなんか違うとかなんとかで、なんか使う、そうだ、それなんかあった、そう期限、あれめんどくさいなと。あと引っ越す時とかにも結構、あ、マジある、変えなきゃいけないから。確かにそうか、あ、そうか、そうだそうだ、裏っちょかなんかに俺変えた気がする。うんうんうん、あれとかのためにもまた必要だったりするから、あ、その度にドキッとする、あれこれなんだっけみたいな。多分紙あるな、なんか書いた紙。あ、でなんかしかもその場で自分で打ち込まされるからさ。確かに確かに。じゃあここにやってくださいみたいな、うん、え、何回でもう終わりですみたいな。いやもうなんかね、2回 NG でなんか
垂れるんだけどな。えぇ、ー、じゃあ何もう後ろでチャカ頭にやられてる、やられてると思う多分。あ、その状態で打つのか。うん、怖え。だから忘れないようにしないと、気をつけた方がいい、あれは。あれだけは確かそうだよね。だってもうそれで終わりだもんね。終わり、 死が待ってるってことだよね。わ、いやじゃあちょっと覚えとこう。そうね。でもまあ、でもマイナンバーはでもまだ作るのはそんなに手間じゃなかったな。そう、作るのはね、なんかこういろいろ言われてたりはするけど、まあ俺は別に作ってよかったかなっていう感じはあった、うん、うんうんうん。俺はだってもう確定申告で必要だったから、個人事業主として、うんうんうん、振らざるを得なかったけど。俺も今年は引っ越そうかなとは思ってるから。あ、そうなんですか。そう、住民票とか、うん、ね、楽って聞くじゃん。住民票はコンビニで行けるんだもんね。コンビニで行けるからね。そうそう、前はね、ちゃんと行って。いや、あれめんどかったね。めんどいね。あれめんどかった。めんどい、うん、だから取ったっていうのもあるし。はい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 、うん、そうね。俺あれだ、いや、これ免許の更新が、お、もうちょっとだ。あ、22日までか。あ、俺も同じくじゃなかったっけな。あ、ほんと今年更新だけ。いや、そう、確かなんか3月までだ。そう、3月まで、3月まで警察署来いって言われてるわ。いや、もうそう、俺も警察来いよって言われてる。俺多分ドンさんと一緒だよね。俺、あ、じゃあ、ね、じゃないかな。じゃない、だから俺とかしてないなら多分同じだと思うよ。いや、俺去年に終わってんのだから。あ、終わらせてんの。そう、なるほどなるほど。警察署行って、あの、見て、うん、終わった。いや、もう行かないで。警察署に行ってなんか見させられるんだよね。しかもあれめんどいのが、一回行って、うん、受付して、で日にち決めて、うん、ええって書いてあるんだ、書いてあったんだよね。あれ、俺は別にもう当日行けない場合もあるってことか。そう、当日行けないって書いてあった。やば。それがめんどいんだよ。え、俺そのままだったよ。そのままもう行って。で、待ってビデオ見て終わったよ。あ、マジ。いや、俺も書いてあったわ。そうやってどうなんだろう、予約しなきゃいけないっぽくて。電話で行けるんだ、それでいいんだけど。ゴールドだと、もうね、あ、ゴールドはなんかもう簡単っていうか、まあ警察署でできるからね。そう、予約制、場所によって。じゃあ多分違うんじゃないかな。警察署によって違うかもしれない、もしかしたら。そうかも。うん、書いてあったわ。免許センターならその日で行ける。あ、そうそうそう、免許センターは当日って書いてあったな、なんか。あ、うん、なるほど。じゃあその本当に署によって違うんうん、かもしんない。あ、超めんどい。いや、じゃあちょっと早めがいいな。早めに行こう。そうなのよ。やばいよ、やばいやばい。ちょっと日がねしたらもう。いや、ま、日がね、マジでそれ甘え出るんだよね。そうだって出てるよ、鉄道さん。鉄道さん、免許に関してはずっと甘えてる。明日の自分じゃないよ。やばいな。でも予定が、入れなさいよ。更新っていうカレンダーに入れなさいよ。うん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 。あ、そうだな。うん。オッケー。ちょっとなんか、そうだな。いいじゃん。その後に映画館ってやれば。そうしよう。そうなんだよな。続きまして。はい。はい。CH さん、受精の方。はい。大将皆さん、今年もよろしくお願いします。お願いします。テーマは私の今年の抱負ですが、G メールや他のメールの未読を残さない、放置しないです。なるほどね、はいはいはい。昨年までいろんな業者の広告や推しバンドのファンクラブのお知らせなど、あまり重要ではない未読メールをついつい開かずに貯めてしまう癖がついてしまい、あ、うん、iPhone のアプリの右上の未読メール数の通知が3000以上になりました。やりすぎ。最初の頃意識してためないようにしてましたが、100を超えたぐらいから何も感じなくなる、3年放置してました、うん、3年すげえ放置したな。そうだ、ね、これはいかんと思い立ち、クリスマスイブから年末にかけてたまりたまった3000プラス4000ぐらいのメールから残す残さないを選別しながらポチポチ選んで通知をすべて消しました、うんうん、年末に達成できたことにできましたとご報告できるように頑張ります。あー、3000はきついね。なんか何万とかの人いるよね、多分ね。いる。もう本当にもうないものとして考えてる人いるよね。いる、うん。俺もう無理だからさ、赤い丸の数字が出てるのが。分かる。俺もストレスになっちゃうから。でもなんか最近時々 Gmail が消えねえんだよね。あ、その何もその新着とかなんかないのに。
うん、あーなんかそういう時あるよな、消えないっていうのは、消えない時なんかいろいろあれこれして消したりしてる。あーでも俺も溜まってんな。え、マジ？うん、てかあのさ、なんかアカウントを結構持ってて、うん、それが多分全部合わさってるやつだと思うんだけど、今見たら、うん、2000ってなってるな。2000 2000ってなってるね。え、Gmail のアプリ俺使ってないから分かんないんだけどさ、うんうん、うん、なんかこのメールアカウントはもう通知数字は入れないでくださいみたいなのが俺使ってるメールのそのアプリはあるのよ。はい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 。だからもうあんまり使ってないアドレスで、うん、なんか迷惑メールばっか来てるやつもう登録はしてるけど、うんうんうん、そこの数字はもう抜きにしようって俺やってるわ。あ、へえ。Gmail のアプリとかもできんのかな。どうだろう。Gmail もできるんじゃないかな、通知設定みたいな。まあでもなんか楽天カード会社とかからさ、メールもこれ開いてないのがいっぱいあるから、そういうのがあるかな。あとツイッチ誰々の配信が開始されましたみたいなのとか。あ、メールで来るの？メールで来てるね。俺それなしにしたわ。俺もそれ多分なしにした。なしにできるんだねこれ。そう、アプリの通知だけにした。うん、できると思う。それにしよう。だそういう多分無駄なのがいっぱいあるかも。はいはいはい。メールはちょっとね、それで埋もれんのが一番怖いからね。そうだね。あ、そう、まあ、実際あるしな、読んでなかったみたいな。そうそうそう、はい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 。幸いこのメールで重要なのがあんまり、ああなるほどね、うん、ないかな。なるほどね、続きまして、うん、ロヒさん、男性の方。はい、うん、今年の抱負というより目標になりますが、私は大型二輪免許を取得することです。大型二輪、うん、ああバイク、バイクだね。400以上かな。ハーレーとかがそう。うん、ハーレーとかの、まあ、ドドドキみたいな1500とかかな。皆さんは、車やバイクの免許を取るとなると教習所に通うことをイメージすると思います。はいはいはい、うん、私も実際は車と中型二輪免許は教習所で通い取得しました。うん、しかし今度の大型二輪免許は教習所に通わず現状のその場で試験を受ける一発試験に挑戦しようと思います。あら、ああ難しいやつでしょ。いけるんだ。あるよね、一発のやつね。そうなんだ。免許センターとか分かんないけど、そういうことやってるじゃない。へえ、一発、そのままいけるんだ。もちろん大型難易度が高く、普通は合格まで何回も苦戦すれば10回以上かかることも珍しくなってきます。あ、そうなんだ。うん、なんかすごい落とされやすいらしい。それはやっぱさすがに難易度が違うってこと？難易度が、いや免許でやってるからパスできるみたいな感じ。教習所で習ってるからパスできるみたいな。あ、なるほどなるほど。それをその場でやりなさい、だから難しいとか、そういうことなんじゃないのかな、意味合いとしては。なるほどね。うん、しかし免許取ってしまえば、まあ免停とかにならない限り受け直すことはできないので、挑戦の意味も含めて大型二輪免許の取得を目指したいと思います。うーん、なるほど、なるほどね。うーん、大型か。大型は俺も乗れないから。鉄道さん中？僕中までですね。中面です。中、中ってど400まで。400までか。マジェスティ、マジェスティいける？マジェスティは250か、いけるんじゃない？乗れる。あ、乗れるんだ。マジェスティ乗れんの？久しぶりに聞いたけど。乗ってきてほしいな。マジェスティ今度三人称。マジェスティ乗ってきてくれよ。最近ハンヘルでね、分厚いゴーグルかけてさ、本当見なくなったね。見てないね。マジェスティ。昔はマジ、昔は確かにマジェスティだらけだったね。流行ってたよな。音楽かけながらなんか真っ黒のマジェスティ、うん、あったわ。最近トントン見なくなった。もうまだ出てんのかい、マジェスティって。出てないのかな。デカスクーター自体があれなのかな、もう下火なんかな。あ、そうなんかな。どうなんだろうね、ちょっとわからんけど。いいよね、ビッグスクーターとかって言われてたよね。ビッグスクーター、そう、ね、楽そうだけどないいよねあれね。あ、どうなんだろうな。どうなんでしょうね。続きまして、はい、オープンワールド踏む気さん、女性の方。はい、トロサメさん、テトさん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今回のテーマ、私の2023年の目標は、うん、研究論文を1本書くです。かっこいいな。あ、すごいね。
私は学生時代研究の面白さにはまり、将来は研究に関わることをしたいなという思いがありました。しかし卒業前に体調を崩して研究から離れてしまい、現在は研究職ではない仕事についています。社会人になって働いて研究以外の世界を知って思ったことは、やっぱり研究面白いということでした。そんな私の、気持ちをサポートしてくださる周囲の方がたくさんいることにも気づきました。自分のためサポートしてくださる人のために、自分の夢をちゃんと自分で認めようと思い、今回お伝えさせていただきました。なるほど。研究論文っていうのは、研究論文は書くだけなら、まあ言ったら誰にでもできるのかな。できるんじゃない。それを出してなんかうんぬんっていう話はまた全然別の話なのかな。かな。でも論文って何、俺も経験ないからさ、書いたことない論文、よく卒論しか書いたことないから。あの卒業論文とかもあるじゃん。卒論は俺も書いてる。卒論は何何書くの。将来の夢。将来の夢。僕は何がしたい。でもそうだね、僕は何がしたい、そのためにこれをしたみたいな。あ、そういうこと。そう書くかな。なんかスポーツそれぞれだろうけど、スポーツ選手とかは、なんかね、陸上の人は足のその速さはどう上げるかとか、そういうなんか専門的なことを書いたりとか。そう、うち俺の場合は演劇だったから、演劇に関することとか、海外のこういう有名なメソッドを自分で取り入れてこうだ、実体験をもとにこうなんかちょっと客観的なテーマに沿ってとか。へ、他にもなんか漫才について研究する人とかもいたし、いろいろそれぞれでなんかやりたいことによって多分内容は変わってくるんだと思うけど。何か研究してるならそれを本当に。多分そうだね。ちなみに卒論ってどんぐらい書くの？あの、ま、枚数というか、なんというか作文用紙あれ400文字だよね。400文字何枚いける。いや作文って400400だっけ。400400なんかよく400って言ってなかった、あの作文。俺とドンさんがよく書いてた、ね、作文用紙400 1枚400文字だっけ作文用紙。確か400文字だったよ。結構あるな。10枚で4000か。え、な何万とかだから、数万数万多分数万だからいっぱいだね。え、数万文字？本。本だね。本出せる？本は出せるかな。出そうと思えば出せるんじゃないかな。マジか。ドンピシャのだから生い立ち。生い立ちから。ドンさんの生い立ち数万いける？いけんじゃない？数万文字。数万文字。数万はいけるでしょ。いけるいけるいける。うん。じゃあ一冊いけるね。いや、じゃあ本書け、いやもうそれぞれ本書けんじゃないの？書ける書ける。人の人生で本書けるよ。だから別にそれは。なるほどね。なるほど。か、すげえな。すごいね。1年かけてみたいなことだもんね。でも何年もかけて書く人とかもいるよね、多分ね、内容によっては。なるほど。データとか使う場合そういうことか。俺なんかもう今完全に夏休みの宿題のイメージだったわ。違う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 よ。なるほど。卒論とかももう大学4年になってゼミとかで1年ぐらいかけてやるっていう人もいるし。そんなに時間かけるんですね。俺らとはだから違う。だから1年ずっと引きずっていくわけだよね。そうだね。なるほど。本当にあの読書感想文じゃないんだからさ。かよよそうよ読んで母ちゃんになんかね協力してもらいながら書くとかじゃないんだよ。あ、そうなのか。そうだね。チア漬けとかはまあ無理だろうな。なるほどね。大変だ。じゃあ大変だよ。だからそうだね。誰だ大学は楽だって言ったの。ね、みんなそれやってんの。いやどうなんだろう。卒論とか別にないとこもあんのかな。俺知らんな他の大学のこと。大体あるんじゃないの。大体なんか言うよね。あんま、みんななんかやってるっていうのは聞くけどな。いいかよ。大変だな。じゃあ大学生って。大学生そうだな、すごいよ。え、だってさ、当然それ提出してさ、いや、この卒論では無理ですって言われることあるんでしょ。ある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 。いや、つら、全部ダメです、ダメだよみたいな。卒業できないんじゃない。だからえ、つら。結構その厳しい大学とか厳しいんじゃないかな。
マジ？でもまあある程度途中でどんな感じかっていうのを、うん、多分見せてみなさいがある？多分そういう風にやりながらやっていくとは思うけどね。なんもなく一発だって書き直しとか多分ある可能性もあるから。マジかよ。うん。多分。マジか。論文でこけて2年留年いたって。ああ論文できないの出せないかった人とか。この締め切りがあるのよ。いついつまでに出しなさいっていう。はい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 。それに遅れたらもう終わる。あ、まあ受け取ってもらえない。なるほどなるほど。2年。別にさ、リセットされるわけじゃないじゃん、うん、論文も。そうだね。2年留年ってことは次の1年もダメだったってことだよね。間に合わなかった。間に合わなかった。間に合わないんだ。内容がもうあれ内容でこけてんなのか。内容でこけてる可能性もあるだろうね。あ、そうか。じゃあ書き直す、全くさらで書き直さないといけない。おもんなって言われて。つれー。お前の論文おもんなって言われて。書き直し。うわー。あんじゃない？マジか。あ、研究テーマに穴があって、それを繰り返して2年。あー、へー、穴がある。穴埋めれず。何なんだろうね。なんかだから専門的になればなるほどさ、多分難しいんだ。そうだよね。うん、いやー、そうですか。大変だ。大変だ。そうまでして出さなきゃいけない論文って何なんだろうな。本当だな。うん、そんなこと言ってね、今年目標にしてる人もいるからね。確かに別に卒業するためにじゃないからね、この人は。うん、偉いな。だからな。偉いなって言われないように。うん。頑張ってほしい。続きまして、はい、村人ゆたくんさん、男性の方。はい、ロサメさん、テトさん、こんばんは。こんばんは。今回のテーマの今年の抱負は、ハッシュタグ 3NS アートにイラストを投稿することです。おー、なるほど。ハッシュタグを時折見ますと、とんでもないハイクオリティな作品ばかりでハードルがなかなか高いですが、頑張ってイラストを描いてみたいと思います。うん、なるほどね。でもぜひぜひ、いいですね、ご投稿されてくださいよ。うん、見てます。見てますからね。巡回してますね。アートは。よろしくお願いしますよ。お願いします。続きまして、ねぼすけさん、男性の方。はい。はい。ぼんさん、ぺさん、てっとさん、皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。私の今年度の目標は、抱負は、友達を作ることです。お、いいですね。いいじゃん。来年度から私は今と全く違う環境での生活が始めます、うんうん、これまでの生活では友達作りのタイミングを逃して友達ができるのが遅く友達になれなかったってことね、要はね。ここで今年は積極的に仲良くなって友達を作りたいと思います。なるほど、なるほど。難しいからね、友達。いやだよな、あのリセットされた時のあの本当気持ちの不安定さったらないよな。そうだ、誰もいなくなってからの。ああ、そうね。まあ基本的にはリセットだからな、人って。ああ、その自らリセットの話。自らっていうか、もう全員基本はそうでしょ。いや、一旦リセットして、うん、また新たにってことじゃない。テッドさん、あのね、俺が言ってんのはそれじゃなかったわ。あ、違うの。そう、なんかね、クラスが変わってクラスに誰もいないとか、友達がいなかった、環境によってリセットされちゃうを言ってたの俺。そう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 。はいはいはい。テッドさんはだから自分で己でリセットさすとはまた違うかも。ベクトルが自分からボタンを押しに行くタイプのやつでしょ。リセットボタンを。それは本当にね、あの一生のうちに1回か2回しかないのよ、うん、人間って普通はね。そのボタン、あ、そんなにみんな押してないの。押してないね、うん、節目ってあるじゃん。でもどんな時にも、あ、押しますか、押しませんか。だから例えば中学から高校、うん、はいはいはい、でボタンが中学から高校、そこの時点でボタンあった。中学から高校はボタンがあったな。てか押すタイミングはあった？ボタンあっても押さない。なんかでもボタンが下がってたっていうのが、なんかこう押された形跡が。なるほどね。あれ、ボタンが
あ、誰家でも押されてたってこと？誰か押したみたいな。誰かそうだね。押したよねみたいな。みんないない。あ、押したかみたいな感じ。でまあ残ってる人もいたけどね、なんかデータ。はい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 、はい。かろうじてあったなみたいな。また、あ、高校大学が一番あれかな、大きなボタン。環境が本当にガラッと変わるから。俺の場合ちょっと後だったな、ボタン押すのは。俺もそうだね、20過ぎてからかな。まあもういっかみたいな。まあいっかってなったらそうだね、後だな。まあその前からね、そんなだから疎遠になってるっていうのがあって、まあまあまあ強制的にではない、ね、自然とボタンはずっとあって、なんか手に押されたみたいなもんだよね。だから、あ、だからほら勝手に押されてる、自重で。鉄塔さんなら多分誰かが押してるか、鉄塔さんが手ついたところにちょうどあったかバーって、ね、うん、バーって音がしてる。そう、あ、やっちゃったんか。あ、いやいや、まあいいかみたいな、みたいな、うん、あるある。だからあんまりそうだね、二十歳前には押さなかったかな。そっか、うん、押しすぎるとマジで押し癖つくからな。バカになっちゃうでしょ。いや、押し癖つくね。記憶ができなくなる、逆に。はい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 。ウェブデータが記憶できなくなっちゃうから気をつけた方がいい。そうだね、バグる、バグ、そう、バッテリーがなくなっちゃって、押しすぎたことで電力使っちゃってね。うん、まあだからやっぱそうだね、友達作るのは本当に早い。まあそうしたことない、高校とかになると。まあ、そうなんだろうね、そうだよな。だ、中学から高校になって、その一発目の登校のあの感じ、あ、たまんないよね。たまんないっすよね。たまんないね。たまんない。自己紹介とかでしょ。うん、うんうん、見極めね。見極め。どこなんだあのグループとか。そう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 。あのグループはいけてるのかみたいな。うん、あ、自分はどこだみたいな話。そう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 。この中で俺はどこら辺なんだろうみたいな。うん、そう。あの見極めが難しいよ、ね。俺同じ中学から 3,4 人しか行ってなかったんじゃないかな。俺もでもそうだわ。しかも別のクラスだった。そう、俺もそう、別のクラスだったから、うんうん、もう完全孤独なのよ。そうだね。そう、でも多分なんか周りはちょっと話してたりとかもあったから、うん、なんかつながりがあるんだろうなとか。少しでもつながり、そうそうそう、ちょっと知ってる中学校とかだったら、うんうん、なんか自己紹介でその中学、あ、なるほど、あ、なんかでもいい感じだなとかってなったら、うんうんうん、もういいね、この人見知りの俺ですらやっぱそうな、ここ頑張んないとダメだっていう気持ちの方が勝って、勝るよね。あそこの学校だなんだねみたいな、うんうんうん、感じでやってたわ。 やるよな。やる、ちょっとだジャブ打つ感じですね。そうだね、まあ、なんか会話でなるべく自分を大きく見せようとするね。うわ、いやマジか。自分、いや、いいのよ。いや、俺基本的に下から行くから。下っていうか、俺もそう、俺も大体下から行くね。いや別に大きくってそんななんか偉そうにというわけじゃないけど、うんうんうん、あまりそのなんだろうな、ダサくないですみたいな、はい、僕は対して。それはさ僕はちゃんとしてます、うん、メリットがありますみたいな、うん、あ、友達になることによりやってることがやってることやってることダセえ、ダサいんだよな。メリットがあります。だから、うん、かいない方がいいのよ、逆にその中学の知り合いとかが。あ、はい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 、あ、デビューってことだよね。そう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 、常にデビューを心がけてるから。はいはいはい。え、そのちなみに鉄塔さんと友達になると何のメリットがあったの？そうだね、俺と友達になると何のメリットがあったか。占いももうしてないでしょ。占いはもうしてない、ね、中学高校は多分もうしてないよね。ね、占いして一応一世風靡したわけでしょ、うんうん、そう、まあやっぱ一緒にいて楽しいとか、なるほどね、とか、ひょうきんなやつが来たぞっていう感じ だ、ね、ムードがあるとか、うん、ちょっとなんかもうこう斜めに世間を切ってくれる。他の人とは違う。初手でいきなり出すのやばくないそれ結構リスクあるけどな。なんかちょっと、ね、うん、知らないことを教えてくれる。知識すげえこいつ。博識ね。どうだろうな。でも実ないな。難しい。もうでも今は、うん、今はもうそんなところにね。放り出されることも少なくなりましたから。うん、そうですね。ああ、まあそうね。まあ未だに苦手だろうな。苦手。いや無理だろうな。何も知らない
ってところに、うん、戦っていける自信はないな、ちょっと。そうね、うん、もうできればやりたくない。ある程度やっぱ知ってもらっている状態で、うん、よろしくお願いしますじゃないと、うん、そうだね、きついね。さすがにもうあの無理だな、焼け野原に取り立って、もうお酒飲んじゃうよもういいな、それあるといいよな。お酒飲んだら無敵になれるからもう、そうだな、いいよな、飲まないと無理だな。そう考えたらだから結構精神的な負担をかけながらあれだね、新生活とか。いやそうなんだよ、いやだと思うよ、やっぱりストレスかかると思う。あ、うん、頑張ってくださいな、そうだね。まあタイミングを、タイミングを大事に、タイミングを、タイミングを大事にしてください。タイミングをね、うん。続きましてビジュアルビジターケンさん、男性。はい、明けましておめでとうございます。おめでとう。私の今年の目標は日記をつけようと思ってます。出たしかも、ただの日記ではなく夢日記を、夢日記、何を見た、まあ、見た夢を記すっていうのかな。あ、うん、じゃあ見た時だけ書くっていう感じなのかな。覚えてたら、うん、見て覚えてたら書けるのが夢日記かな。なるほど、そういうことだよね、多分ね。多分そういうことか。酒に溺れ泥酔して寝ているからか、幼少期の頻度で見なくなった夢、毎日じゃないので続けられそうな気がします、うん、ですが2023年の初夢を見る頃には忘れてそうな気がします。寝て起きたら気づくように天井にでも張り紙しておきます。あ、日記書くぞってこと、ね、なるほどね。あ、日記か、夢で見たことって本当にすぐ忘れちゃうからな。本当ね、まあ、忘れちゃうよね、忘れちゃうね、うん、しかも思い出して書き出してみても全然面白くねえの、なんか。いやそうだよ、こんなに面白くない夢見てたみたいな。うん、起きた時は超楽しいと思ってんだけど。そうなんだよね、面白くねえんだ、難しい夢、細部まで意外と覚えてないからな。そうなんだよね、急に場面転換するしな。そう、うん、難しい、難しいわ。まあ、やってみてほしいな。そうね、うん、最近はあれだな、信長と戦う夢見たな。おお。ちゃんともうこいつが信長だってなってる状態でタイマー。そう、最初あの浜辺でさ、うん、桑田佳祐がライブしてて、おー、場面転換前だねそれは。で桑田佳祐がなんか、うん、ここでそういえば信長がね実は死んだのここなんですよみたいな話して、はい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 、でそっちチラッと見たら信長がいて、うん、そしたら俺もなんか急に刀持っててみたいな、あら戦いだしたわ、うん、そこからは先は覚えてない。夢ってそうだからね、夢ってこんなもんだから、うん、夢ってそうなんだ。夢に出てくる登場人物がちょっと年代を感じるな。そうそうそう、信長だからな。、うん、すごいな、なんだろうな、うん、なんかあるのかもしれない、まあ、どっちもレジェンドだけど。そうだね、うんうん、すげえな、すごいでしょ。続きましてメガネが本体さんから。はい、皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。今年の抱負について、はい、私が掲げるのはズバリ資格試験の合格です。うん、うん、その試験は眼鏡作成技能検定。眼鏡っていうのはメガネのことね、目だ、うん、うん、従来は認定眼鏡師という資格で、メガネ学校、眼鏡学校っていうのがあるのかな、うんうんうん、通ってる人は主だって取れる資格だったんですが、昨年より制度が変わり筆記実技試験を含む資格制度に変わった立派な国家資格。あ、そうなんだ。へえ。私は某メガネ店に勤務してますが、まだこの資格を持ってないため合格しキャリアアップは図ります。なるほど、なるほどね。夢はいつかどこかで三人称の皆様の視力検査を行うこと。うん、視力検査か、なるほどな。そういう資格が、まあ世の中ほんといろんな資格あるからね。あるんだね。なるほどね、いいですね、測ってほしいわ、うん、ね、うん。他にはおもちさん、女性の方は、綺麗な文字を書けるようになる。あ、出た、おー、文字はね、文字ね、文字はな、どっか行っちゃったな、美文字。なんか やってたよね、ボールペンなんかやってた、美文字ノートどっか行っちゃったな。一応経験はしてんだよな、経験してることが大事だから、経験はしましたよ。そう、経験値になってから、まあ失ってはいる。そうですね、もう失ってるね。もう失ってる。あれだんだん減っていくもんだから、うん、やっぱり やっていかないと減っていくもんだから。あれ時間で減るんだ。減る減る減る、もうだどっか行っちゃったな。ヤキンポさん、男性の方は今年の目標、春夏秋冬の4回季節にあった場所に小旅行に行く。ああ、へえ、いいね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 、
1回ぐらいは泊まりに行きたいなと思ってます。なるほどな、うん、まあ旅行とかはね確かに旅行いいね、うん、おーいいね、行ってないな、そうだね、どっか行きたいとかあんの？ないかもあのさ、うん、ひょんな感じで、うん、別に東京とかでもいいんだけど、うん、なんかホテルに泊まるっていうことしたい。別にビジネスホテルとかでもいいけど、やっぱちょっと変わるじゃん、それをちょっとしたいなっていうのはあるけど、別にそれは動き出す予定も特にない、うん、行きなさいよ、行けるよ別にビジネスホテルだったら、うん、かな、全然取れるじゃん。東京とかでもいいし、神奈川の別に横浜の方とかでもいいんだけど、ちょっといいホテル、ちょっといいホテルの方がいいのかな、やっぱりの方がいいんじゃない。まあせっかくなら、別にカプセルとかよりかは、別にその周りで観光したいとかじゃなくて、ちょっと泊まってリフレッシュっていうか、ちょっとこう、まあ編集とかでもいいし、ホテルで編集？そう。全然休まんねえじゃん。そうだね。あ、うん、そんな缶詰になりたいってこと？ね、環境をちょっとこうなんか変えてみて、はい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 、イメージガラッと変わるからさ、ホテルとか。なんかさ、空いてる家レンタルできるみたいなのあるじゃん。あるね。ああいうの、俺ああいうので昔、今もちょっと願望あるけど。いや全然知らん町に1週間だけ住むとかさ、はい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 、はい、ちょっとやってみたいなって思っちゃうよね。それもいいね。うん、借家とはちょっと違うってことでしょ。まあでも借家のだからもう期間の短い感じ。はははは、うん、それすげえ知らん町にさ、うんうん、夕方とかなんかこう商店街とか。あ、うんうんうん、ちょっと買って帰るとか、うんうん、すげえいいなって、うん、なんかさ、こうせっかく来たんだからなんかしなきゃとかっていう思いも捨てたいの、うんうん、そうだね、なるほどね。もう本当だからただ近所散歩して帰るとか、そう、それぐらい気軽な感じで、うんうん、ちょっといいホテルが行けたらいいなっていう感じある。やりなさいよ。できなくはなさそうだよね。そう、できなくはなさそうなんだよね。ああ、うん、まあ、ベイさんの今年掲げた目標さえあれば何だってできる。そうだね、そう、無敵だからね、うん、やらないような気がするけど。そうだね、さすがに腰重そう、やんないだろうな。そう、ちょっとこれはね、結局環境を変える必要ないのよってなるんじゃないの。そうなんだ、ね、こういうのにさ、ちょっとこう意味を考え出しちゃうともう終わりだよね。そう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 、これでも別にやんなくてもみたいな風な、そうなんだよね、考え出しても終わりなんだ。もう結局だから家最強ってなっちゃったら、うん、いや、そうなのよ、やんない。多分それ引っ越しで解決するんじゃない確かにペイさんが言わんとすることって、いや、そう、引っ越したい願望が、うん、まだ引っ越さないからそういうことでなんか欲を満たそうとしてるそういうことそういうことじゃない、もしかして。そういうことな可能性もあるな。どうかな、まあ地方に行けたら一番いいけどね、まあ、要はあれだよね、今住んでるとこにあったっていうことなんだよね多分ね。いや、そうじゃないかな。いや、それはね、俺も結構あるんだよ、俺も引っ越し多いからさ、やっぱ住んでるところになんとなく分かったなって思うと、うん、ちょっと別のところどうなんだろうって思っちゃうタイプなの。そうね。ああ、俺言うて5年ぐらい住んでる。いや、長いね。5年いたらもう長い。長い長い。だ、俺2年ぐらいだけじゃん。その辺で買ってくるものももう決まってきてるし、そう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 、もうもうで Uber もね決まるだろうし、そう、もう店全部同じだしな。同じだから、ね、うん、飽きてるんだろうな。そう。飽きてんか。うん。そういうことだよ。引っ越せ。引っ越せば多分それまなくなる満たされるよ多分、うん、うわ、そうか、うん、でもじゃあその満たされる前にやっぱちょっと 1,2 回はそういうことした方がそうだね、いいってことだよね。そういうことだと思います。どうしよう、それで満たされちゃって引っ越さなくなったそれは別にそれはそれでいいんじゃない、だって楽じゃん、引っ越す意味がないわけじゃん。そうかそうか、また更新すればいいだけの話。そうそうそう、そっか、引っ越し引っ越しでかなり面倒やからね。まあね、いや、そうなんだよ、面倒ですから。クソだよ、クソですよ本当に。もうちょいさ引き継ぎ、携帯の引き継ぎぐらいさ、うん、楽になってほしいわ。いや本当に面倒よ、ね、
それこそ免許だのマイナンバーだの書き換え、あれをもっとだから簡単にできるならもっと楽になるけどなって感じ。全部代行してくれる人いないのかな、引っ越し代行業者。全部あるじゃない、あるでしょ、ああでもそのやらなきゃいけないことがあるからね結局ね、実はね。ああそれは無理だと、そういうことか、そう、うん、事務手続き含めってこと。そうああそれこういう世界になってほしい。そうね、やっぱめんどいよね、めんどい。じゃ結局お金をかけてなんか物捨てるとかもやりだすから、めんどすぎて。そうね、俺はもう本当お金をかけて物捨てたから。うん、俺も捨てた一回持ってってくれこれみたいな、全部トラックに積んでもらってね。そうだね、うん、あれね、うん、俺もやったわ、楽だったよ、楽だよ。いいんだもんね、だってポン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 、これお願いします、これお願いしますみたいな感じだった。そう、まあ、続きまして、はい、実はコマさん、女性の方、はい、はい、今回のテーマ今年の抱負ということで、このテーマやったら絶対投稿しようと思ったことがあります。お、はい、私の今年の抱負は離婚だということです。あら、あら、そっちか。しかも今月中にする予定なのですが、早い、1月中ってこと。そうだね、随分と年がいってからの離婚なので熟年離婚ということになります。あ、なるほど。理由は多分離婚される皆さんそうだと思いますが、大きな理由が一つというわけではなく、いろいろなことが積み重なったものが正しい。あららら、ああ、そういうもんか、やっぱりそういうもんか。なるほどね、なるほどね。だいぶ前から子供たち、これは成人している子供たちうん、には早く離婚してほしいと言われてました、ね、あ、そんなレベルなんだ。あ、じゃあもうだいぶあれなんだね、もう結構だから見てもまあ分かるぐらい。なるほど、そうなのか、なんかこう離れてるんだなって分かるね、うん、なぜ年も年蓄えもなく躊躇してましたですが、うん、自分の残り少ない将来を考えた時、例えばお金がなくて生活保護を受けるようなことだったとしても今よりはマシだろうという結論に達し決意しました。なるほど、へー、まあまあまあ、うんうん、ポジティブなんだな。うんうん、今は子供たちを助けもらい着々と準備を進めています、うん、なるほどね。こちらで抱負を言わせていただいて改めて希望に満ちた未来を確信しました、うん、結婚を考えている若い方へ助言させていただくとすれば、結婚は決して悪いものではありません、うん、たまたま私は合わなかったのだと思います、うん、なるほどね。そんなことで無事離婚が成立しましたらまたお便りさせていただきます。なるほど、だいぶ前向きな、ね、そうだね、前向き、うん、もう本当に決意は形という感じ。うーん、そうなんだ。あ、離婚するのはするので大変なのかな、どうなんだろうね。基本的には書類出すだけ、一発離婚届みたいな。でもなんかさ、やっぱこう、まあ、お互いねちゃんと話し合って、なんかその、うん、なんかお金を発生させたりするじゃん、うんうん、養育費とかさ、ああああ、うん、ああそういうのもないレベルだったら簡単そうだよね、書類一枚で終わりそう。でもなんかあれなのかな、なんか名前が変わってたりするさ、名字が、あ、それをこうなんだかんだこれに戻しますみたいなので大変だったりするのか。あ、手続きはあるか。そうだ、やってきた事務手続きは全部一通りまた戻さなきゃいけないってことだもんね。ああ、なるほどね。そっか、大学の時知り合いに名字が3つぐらい在学中に変わった人いたな。わ、結婚してたのが離婚して戻って再婚して変わってた。そんなスピードだ。ベロベロベロって変わって、その度にいろんな名前で呼んでたから、まあ面白かったっちゃ面白かったけど、うん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 、今日から名前これになったからみたいな感じ。そのまんまでいいんだけど、うん、こっちだよみたいな。あー、なるほどね。そうそう、はいはい、そのまんまで全然いいんだけどこっちですみたいな、うん、してた人。あー、なるほどね、なるほどな。まあまあまあ、まあまあ、うまくいくといいですね、何もかもね。そうだね、そうですね、うん。続きまして、ちゃんこ鍋スープさん、女性の方。はいはい、どうぞ。さてとさん、はじめまして。はじめまして。はい、はじめまして。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年の抱負は今年こそ結婚式をするです。お、逆逆、昨年4月にお付き合いしていた方と入籍し、その秋頃には結婚式できたらないと思ってましたが、うん、コロナ禍でもありなかなか段取りが進まず、ご時世ね、引っ越しが落ち着いた頃に私の体調に異変があり、鼠径ヘルニア、いわゆる脱腸が見つかりました。ありゃあ、あら、腸が。その後トントン拍子で決まった手術、入院自体は一泊で済みましたが、私が落ち着いたかと思えば次は義理の父がバイクによる転倒、長期の入院。
あら、私の父親が健康診断で引っかかり、あら、検査の結果ポリープが見つかり除去、あら、まあ、まあ、いろんなことがあり結婚式どころでなくやっと落ちてたら年末と、うん、幸いにも全員体調も良くなり健康な体を持ったので今年は結婚式を行い両親に感謝を伝えたいなと思います。なるほどね。なんか重なっちゃうとなかなかやっぱ難しいんだな。そうね、そう、3年前ぐらいから多分大変じゃない、あの本当コロナかないってからは、ね、なんだかんだでやっぱり、ね、タイミング難しそうだよね。むずそう。今も渦中だしな、うん、渦中だから今は大変かもね。なかなかできないっていうのはあるし、コロナになっちゃったって言ったらね、行けない人来れない人もいっぱい出てくるしな。難しいな。結構元旦調子崩してる人めっちゃいたからな。あ、そう、あのなんかツイッターで見てるとその実況界隈の方とかもそうだけど、かなり体調崩してんなっていう、コロナか元旦からコロナにかかったっていう人割といたけどね。ああ、いや、いたかもいたかも。うーん、なんでなんだろう、なんかあんのかな、なんかなんだろうと思って、ほんとすごい見たな、よく1週間前ぐらいにはめ外した、まあ、シーズン的には忘年会とかもあるだろうし、うんうんうん、ちょっと外出て活動するっていうね、なんかそうイベントっていうか、なんていうのかな、うんうん、そういう仕事で人に会う機会が多かったのかもね、うん、あるんじゃない、立て込んだ仕事とかがあったりするとやっぱどうしても動きが出ちゃってっていうのはあるだろうね。ね、正月ね、正月してる、正月大変そうだ。あ、そうだね、病気のね正月はちょっと、いやね、そうね、いやね、しかもコロナだったらね、誰とも接触できないし、ね、マジで嫌だな、はい、ね、あ、うん、他にもじゃあいくつかちょっとパパパッと紹介させてもらいます。はい、ケシャスパさん、女性の方は大学受験と一人暮らし、だから今高校3年生なんだ。大学受験、うん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 、あー、なるほど。志望校は美術系の大学なのでデッサンなどの実技試験もの練習も並行して行っているため今は脳が溶けるような日々ですと。あ、大変じゃの、受験か、そうか、もうだってそうか、受験だ。4月だったらもう決まってる人は決まってるし、決まってない人もちらほらって感じか。うん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 、なるほどな。柏もちのすけさん、男性の方は、うん、はい、今年の抱負はお店で食べるラーメン150杯。行くね、お、行きますね。お店で食べるラーメン150杯ってことは2日に1遍ぐらいのペースで300杯か。300杯、うん、使う、そうそうだね、1日1杯でも300、そうだね、うん、だから2日に1遍、そうだね、うん、そうだね、半、いや大変じゃん。いや結構だな、結構だな、体そうだね、おかしくなりそう。私はドンさんやペイさんと同じハマっ子で生粋のラーメン好き、特に家系が好き。去年の2022年は100杯を目標にして無事達成。だからもう行ったんだ、下地はある、この人出るんだ、うん、100ステップアップしたわけね。100か、食べた総数はちなみに111。食ったな、食ったね、食ってるね。120いければいいなと思ってましたが、まあいろんなね、コロナだったり何だりの、お店の短縮営業により来店することができないことが多かったので伸び悩みました。うん、うん、今年は頑張って目標150、最低120を目指したい。なるほど、ね、ええー、なラーメンか、これあれなのかな、同じのでもいいのかな、違うの、いいじゃん、いやだって、あ、まあそんなにないわけではないけど、同じ店も行ってんじゃない、同じもいいんじゃない、なるほどね。実際ラーメン店って150点は、うん、軽いでしょ、 あるよね、軽くあるよ、軽いでしょ、1つの町にだって4つとか、うん、全然ある、全然ある、何万はあるんじゃない、全国で見たら、うん、150店舗まあ行くのも結構大変だとは思うけど、大変だよね、うん、これでさえ多分150行ったことないだろう、行ったことないな、10、20とかかな、うん、あ、なるほどね。食べ物系は大変そうだな。そうだ ね、 そうね、でもまあ好きなんだろうね、そうだ ね、 だね、ラーメンね、うん、いやハマる人ほんとハマってるからな、まあ、ラーメンね、うめえのはわかる、いや、うまいとこはうまい、うん、そうだね、うん、いくつになっても食べ盛りさんの男性の方は、
私の今年の抱負は腹八分目を学ぶです。ああなるほど、わかる。でもわかるな、わかるな。昔から人一倍食べるのが量が多いのですが、30を過ぎてから油物に弱くなってしまい、うん、食欲を優先して食べ過ぎた結果苦しい思いをすることが増えてきました。あー分かるな、今年ことは腹八分目を心がけたい。いやもう油にマジやられるな。そうでしょ。油はね、油がさ、いやマジ、うん、ダメよね。あのほんと腹壊すのよ。そうね、そうね、油で、油で。そう、昨日配信でもちょっと話したんだけど、そのラーメンの中で結局今のところ一番好きな味が背脂なのね。背脂ラーメン、背脂もう俺あの白いブツブツが浮いてるやつ。そうあ、いくね。味だけで言えば、そのラーメン食った一口目の感じで言えば、あれ一番好きなの。あ、まあ濃いしな、うん、そう濃いし、だから普通の豚骨醤油とかよりも結構好きなんだけど、うん、もうね地獄だね次の日とか。あ、本当、ね、いや本当翌日に響くんだよね、めっちゃくる。うん、俺も無理、背脂は。俺もあれ食ったらなんのかな、なるよ、あんまりギトギトするの。いや、あれそもそも食べないんだよ。あ、だとしたらダメかもね。もうそもそも受け付けない可能性はあるかもしれないね。そうだね、でもうまいよな。いや、うまいんだけどね。もうだから油は少なめ、うん、それでも食べたい時は、うんこしか出ねえ。まあいいやでもいいじゃん、うんこで出てくれんならいいじゃん。あ、そうなんだけど、そうだね、きついでね。これだってあれじゃん、火曜日にこれ撮ってるけどさ、うん、雑談、うん、遅れたもんね、ドンさんのうんこで。そうだね、あ、今日確かに、うん、今日普通に出たな、うんこが、うんこが出てた。あ、本当、別に今日のうんこは普通のうんこってこと。うん、あ、でもね、昼間の方が効いたのかな、ちょっと分かんないけど。昼間は何、なんかね、多分ね、あれね、ニンニクが入ってるんですよ。ニンニクが強めに入ってる、あの唐揚げ、ラーメン食ってたの。え、ラーメンじゃない、唐揚げ、唐揚げだったの。ニンニクの唐揚げね。そう、ニンニクが強みに効いた、まあ、ちょっと油分多めの唐揚げだったんですよ。はいはいはい、ああ、殺菌されたんだな、それがね。効いたかもしれないですね。なるほど、だから油系がやっぱ結構きつくなってきてるね。いや、きつくなってる、それほんと。あれよあれよと食えなくなってきた。やだなこれ本当に。昨年も言ったけど、肉もそうだし、寿司も食えなくなるし。いや、寿司食えないのマジやだな。寿司食えない。寿司もだから、その本当はトロとかはね。そうだね、大トロ、中トロがもうちょっときついってことだよね。そう、中トロもなんかうーん、うまくはないかみたいな。やだー、マジか、うまくはないかみたいな。大トロでもマジで本当全然何にも美味しいと思わない。開けだけまずいなー。俺だって基本的に一番食うのってやっぱトロ系。まあそうだよね。で、あとサーモンとか、しかももうトロサーモンとかもあるじゃん。うん、いやだから。いやもうでも本当トロ、大トロ食うなんてお子様だよ。じじは食えねえんだよ。マジか。うん、そもそも。だから子供が食うのも分かるなっていう、なる。なるほどなるほど。子供ってさ、親と回転寿司に行くとさ、親食わなかったりするじゃん。うん、食わなかったりする、ね。あれなんか高いから遠慮してんのかと思ったら、うん、食えねえんだ。食えねえんだ。ここで分かるんだな。そうそうそう。じゃあお子さんは気にしなくていいと。お子さんはだからそう気にしなくていい。食えるうちはだからまた子供よ。そういうことなんでした。まだ食えねえんだわ、あれ。お金がもったいないじゃなかったんだなってことを気づいた。理由があったんだ。理由があるんだ、ね。なるほどな。うん、続きまして、うん、どうしようかな。まあ、ちょっと飛ばさせながら、シリカゲル太郎さん。シリカラゲル太郎？シリカゲル太郎。シリカラ。あ、シリカラじゃない。シリカラじゃない。シリカゲル太郎。シリカゲル太郎。元おかゆ馬次郎って書いてあるけど。あ、名前変えたの？名前変えたんだ。変えたやつかこいつ。あ、かな。あんま変わった、まあ変わったな。まあ、うん。おかゆ馬次郎がシリカゲル太郎に。シリカゲル太郎。兄なのか、太郎、次郎から太郎になってる。どういうこと？皆さん明けましておめでとうございます。おめでとうございます。私の今年の抱負は、今年小学5年生になる娘の部屋を作ること。結構大きいな。結構大きいお子さんいるんだな。まあ大きいのにシリカゲル太郎なんだな。一応子供部屋になる予定の部屋に3年ほど前から学習机や椅子を置いてるんですが、
ベッドはまだなく、子供自身にも宿題やゲームはその学習机ではなくリビングのテーブルでやってます。前々から子供部屋を作らなければならないと思いつつもずっと放置してきたので、今年はベッドを入れてちゃんと部屋を完成させると思います。なるほどね。皆さんはいつ頃から自分の部屋ありましたか？自分の部屋か、もうなかったな。自分の部屋、兄貴と一緒だったから。俺も一緒だった、だから兄が出てって自分の部屋になった。俺もそうだ、全く同じ、俺小2とか。レイザーの場合はね、だって男女だもんね。そうで、引っ越したから、その時に、マンションから家一軒家になった時にもう部屋が あったんだ。そう、出来上がったから。それで、いや、いい家だったな。いい家だったろ。あ、そうなんだ。天井がバカみてえに高えんだ。高いね、天井が高えんだ。あれバカみてえ何メートルあるか分かんねえから、あれロフトあったからね、部屋。いい部屋だった。いや、いい部屋です。羨ましいよ。よう来た、ドンさんが。思春期で兄と一緒はやっぱ結構いろいろ。そうだね、揉めるからね。そっか。でも揉めに揉めた。さあ、ドンさんちもそうだったし、幼稚園からの友達も、兄ちゃんと同じ部屋で、で時が経って自分の部屋になるみたいな人で、だいたいその人ってさ、部屋広いじゃん。ドンさんの部屋もその2人でやっぱいたから、広かったの。広かったね。1人になるとだから広いよね。そうだから、それしかやっぱ友達って見ないからさ、広くていいなって結構思ってた。確かに広かったな。まあそうね。これぐらいあるといいな。ね。1人2人で使ってた時はもう狭くてもいいから自分の部屋が欲しい。いやそうだね。それはそうかも。寝る場所だけでいいから。はい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 。だから違う、メモの部屋は作ってあげるといいと思います。うん、ぜひ。なずさん、女性の方は、はい、昨年やっとチャンネルメンバーになりましたが、ありがとう。今年はお便りを毎週送るということを目標にしてます。ああ、なるほどね。結構いらっしゃるね。うん、こいつまた送ってきてなと名前を覚えてもらえるほどになれたらいいな。なるほど。ぜひぜひ。名前もう一回教えて。ナズさん。ナズさんね。ぜひぜひ送っててください。はい。お願いします。お願いします。ふとしくん、男性の方は、ダイエットと趣味を充実させるみたいな。ふとしくん来たか。名前の通りだったか。だってさ、趣味はポケモンカードを昨年から集め出したので、店舗の大会に出たり、可能なら友人が欲しいだってさ。ポケモンカードね。すげえらしいな。ポケモンカードは本当財産になるらしいな。ねえ。なあ。カードショップがそれでいっぱい狙われてるって話。ねえ。聞いてますよ。ねえ。ちょっとどうにかならんのか、ああいうのは。でも何十万は当たり前の世界で。でもなんかちょっと価値出すぎてる気するよね。なんか。ポケモンカードね。ポケモンカードにまあ限った話じゃないんだろうけど、カードバトル用のカードゲームってすごい価値出てるじゃん。1000万とかね、あるよ。ブラックロータスだからなんだか分かんないけど、あれなんて、あれ数億でしょ。そんぐらい高いのか。ブラック、なんだっけ、マジック・ザ・ギャザリングのやつ。はい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 、そうあれ確か いっちゃんええやつとか数億じゃなかったっけ。そうなんだ。いや、やばいね。俺がポケモンカードも高いんでしょ。だってポケモンカード高いみたい。俺があの視聴者さんにあのイベントでもらった、おこどもさんに多分もらったポケモンカードを、なんかキラキラのミュウツーとかあったけど、あれ価値ねえんかな。それはね、ない。いや、そういうことじゃない。あ、そういうことじゃない。その価値とはその価値と、もらえその価値と、そうだね、その市場の査定とは、そうそうそう、違うんだ。でもどうなんだろう、分からんな。価値が出るのは本当に初期のやつとか、みたいだよ。もう今こう復刻して、それはミュウツーで強いけど、最近のやつだから価値はないとか。なるほどね。そういうのとかみたいだよ。なんか初期のやつでピカチュウとかリザードンとかがすごいとかね。こういうのに手を出そうと思ったことがないから分かんないんだよな。ないよね。ないね。あんまその財産としてのさ、こういうのっていう手を出し方しないからさ、分かんないんだよね。保管するのもなんか難しそうだしな。だよね。でもちょっと羨ましいというか、コレクション
分かる。何かコレクションしてみたいなっていう欲はあるんだけど、昔からある欲、そういう。そう。でも一個手を出すともうどうしようも、場所、やっぱ場所なんだよな結局、うん、だからやっぱ一番コレクションしやすいのはやっぱカードだよね、そう思うと。そうだね、まあスリーブに入れてなんかしなきゃいけないけど、うん、基本的には薄っぺらいもんだからね。そうだよね、なんかね、そのレトロゲームとかもいいけどさ、うんうん、カードとかコインとか、うん、かさばったりするからやっぱそれはちっちゃいもんね。なんじゃない。あ、そう、うちの実家から新品 未開封のプレステ1が出てきてさ、うん、あ、なんか画像見たわ、言ってたね。そうそうそう、うちの父ちゃんが買ってたっぽくて。なんで未開封？分からない。それなんかいわくつきじゃない？いわくつきなのかな。何で どうやって手に入れたのか分かんないわけでしょ。あ、あれそうだね、だからその誰も知らない、本人も知らない。ほら、本人が知らないことなんてあるわけないじゃん。本人知ってんだよ。倉庫というか倉庫っぽいところがあって、うん、そこを整理した時に出てきたみたいで、うん、あ、まあ、その日何があったのか分かんないけど。そうだね、お父さんもうでも時効だろうな。まあもう時効だね、うん、だ逃げ切ったから、うん、たんやっとそれで出したんかな。うん、うん、そうか、なんか赤い点点しないか。なるほどね。それあの、うん、最近のその転売した人を襲ったとか、まあ、そういう事件も、うん、なんとかガリとかさ、あ、いやマックスガリあったからね、うん、俺らの時代は。そういうの関与してないか。プレステガリか。お父さんだってエアガン持ってるんでしょ。エアガン持ってる。繋がったな。繋がんない。ね、点と点が繋がって。繋がってないって。結構いいやつ持ってるでしょ。結構いいやつ持ってるよ。あ、なんか物によってはね、本当実銃と同じぐらいの威力が出る可能性もあるわけだもんね。そうだね。うん。もしかしたらだからミニミで行ったかもしんない。ミニミでやべえな、ミニミで行くのやべえな。でっかいやつ持ってっかんな、うん、ミニミ、ね、そういう仕事をしていた可能性もあるからね。だから俺はそのモデルガンだって言われてるけど、何丁か本物の可能性もあるからね。別に本当だよね、うん、見てないだけで。お父さんそうだよな。なんで天井高いんだあれ。なんかあるぞ。また一個の点が、うん、なんか本当裏稼業的な匂いするな。そうだな。天井高いのにも理由がありそうだな。これ昔の写真は全部パンチパーマだしな。おい、あれ。それはもうそうじゃん。もう答えが出てたじゃん最初から。マジか。そうだったんか。そうだったんじゃない。知らないだけで。そうだったんだ。じゃあしょうがないね。そうだね。つながったな、あのじゃあプレステ。じゃああのまま置いといた方がいいわ。うん、そうだね。渡すわけにいかなかったのかな。まだ成立してない、うん、そうだね、証拠の可能性、証拠品としてあのままの状態で。なんかひょっとしたら何かの手がかりの可能性もあるから。あるね。うん、一応取っといて。一応じゃあそのままやっぱ開けることなく。そうだね。そのまま開け、ね、保管しとくわ。うん、保管しときな、うん、まず触れない方がいい、指紋をつけない方がいいよ。いまだに調べてるあのデカがいるかもしれないから、うん、デカがいるさ、いまだに横浜にいるか、いまだに鍵回ってもうやめなよ次はさ、もう無理だよっつって、うるせえ。そうだね、あの人のためにも俺はやるんだっていう人がいるから、ここでその人が、うん、そうもうここで最後にして、いろんなところにバツつけて最後にペチャヤンコクへここ行こうっつって、うん、ホワイトボードにだからあとはその新品プレステって書いてあって、うん、そうだね、これさえ見つかれば、うん、っていうのがだからうちにあるから、この山俺の山だっつって。そうだね、やってるよ。その人が今年で定年だから、うん、じゃあ今年だ。今年逃げ切ればいいんだ。今年逃げ切ればようやく。どっちがいけるかな。ミニミ出てくるかな。ミニミ、本物のミニみたい。ピンポーンってなった時にドキッて玄関前でミニミを構える。ダダダダダダダ。やべえな、これどうなるのか。見物だね。そうだよ、うん、来年のだから正月、うん、まだあったら勝った、うん、勝ちだね、勝ったと思って、ラスト、
はい、誠司さん、男性の方。はい、同じだ。同じだね。ドンさん、ペチャンコさん、テトさん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。僕の今年の抱負は9年間片思いしてた子に告白するです。おお、9年長いね。僕は今年中学を卒業します。若っ。若いな。ってことは小学校の小1から生から中3まで片思いね。うん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 、大好きだった彼女とは高校が全く違うので会えなくなります。お、うん、僕の中では仲がいい方だとは思っていても彼女が僕をどう思ってるのか分かりません。なるわ。何も言わず後悔したくないので告白したいと思います。ちなみに僕はドンさんと同じ名前です。きっとドンさんの5分が味方してくれると信じています。あー、そうだね。これがうまくいかなかった時にドンさんのことどう思うのか俺は分かんないけど、ね、この名前だったから俺の顔ちらつくんだろうな。あいつのせいかな。だ、卒業ってことは3月ぐらいまであと2ヶ月ってこと？2ヶ月か、マジか。まあ、どうなるかちょっと分かんけどな。そうだな、まあ、でも告白ができるといいね。まずね、ちゃんとね、ちゃんと告白できるといいね、本当にね。そのそうね、伝わればいいね、ちゃんとその思いがね。うん、そうね。小野さんでもあれじゃなかった、なんか書いた紙捨てられてたりしなかったっけ、なんかを。え、そんなことなかったっけ。どんさんなんか手紙、絵かなんか捨てられてなかったっけ。違ったっけ。俺ですか。何ちゃんだったか忘れちゃった。えみちゃん、えみちゃんね、えみちゃんか。あ、俺は捨てられてましたね。そうだよね。だからあんまり演技よくねっちゃねえかなと思って、でもあれは別にあの告白とかじゃないからね。ああ、そうかそうか、心意気だから。そう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 。そうかそうか。じゃあまあさ、あれはまた違うあれだけど。そう、別、別件、別件よ。うん、そう。あれ捨てるよね、あんな、あれはキモいやつ、うん、キモいやつ。だってドンさんが書いた絵だもんね。そう、俺が書いた、そう、お前の犬だよみたいな感じで書いたキモいやつ、キモいやつだからね。犬かもだから分かってなかったもんね。化け物だったからな。化け物が生まれてるからね。怖いよそれは。だからまあ勝手に想像してなんかやるのは危険だよってことね。いや、危険です、危険です。ちゃんと調べて、うん、うんうん、犬を描きましょうってことだね。そういうことですね。いるな、ね、なるほど、まあ頑張ってくれたまえと。そうですな、うん、ちょっと結果知りたいよな。まあそうだね、傷も癒えた頃に送ってくれれば。そうだね、はい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 、そうですな、うん。というわけで皆さん、いろいろ送っていただきありがとうございました。ありがとうございました、ありがとうございました。もう皆さんね、目標だけは高くでしょう、うん、うん。では普通のお便りもいくつか紹介させていただきます。お願いします。すぶたさん、おい、三人称駅弁ファンの皆さん、お待たせしました。出た出たね。この人はなんか駅弁大好きな人だ、大好きな人だ、うん。第58回元祖有名駅弁と全国うまいもの大会、1月7日より新宿京王百貨店にてスタートしました。近い近い、うん。あ、へえ、新宿の百貨店でやってんだ。新宿のさ、どっかの百貨店潰れなかったっけ。新宿じゃねえか、あれじゃない、池袋かな、渋谷の東急百貨店がなくなったんじゃなかったっけ。なんか結構百貨店今危ういみたいな感じらしいけどね。そうなんだ。駅弁大好き酢豚、早速行ってきました。ふんふん。酢豚の独断と偏見で決める今回の注目駅弁はこちら。お、第1位が、あ、もう1位、うん、これが吉地っていうのかな、吉大吉の吉に次って書いて、よし次だか吉地、ほうほうほう、煮付け豆に貝焼き御膳、福島いわき。福島貝焼きか、貝焼き、甘く煮付けられた吉地、キンキ、タイのお刺身、貝殻に盛り付けられたウニ、すごい、お弁当でウニ、贅沢な食材に見た目も美しく味付けも抜群、そのままでも箸が止まらぬうまさだが、熱いお茶をかけてお茶漬けにしても美味しい。え、うん、海の恵み満載の駅弁。なるほど、いわきの方なんだ。第2位が特急列車ヘッドマーク弁当。ヘッドマーク弁当、やまびこ特急列車ヘッドマーク。ヘッドマークっていうのはあの列車の前についてるやつのこと。あの丸い、の、ま、丸い、だから山びこってことは山びこに乗ってるってことはいいのかな。あ、山びこってなんか聞いたことあるね。山びこ、俺も聞いたことある。今もあんの山びこ。山びこヘッドマーク。
ヘッドマーク弁当やまびこ。あ、へー、あの丸いやつに入ってるのかな、ご飯が。全然そんなことないけど、やまびこってあの中このやまびこのこのやつ見たことあんな、このやまびこ。いや、何回やまびこって出た。このやつ、このやつ見たことある、やまびこの文字。あ、マジ、うん、キラガナのやまびこ、キラガナのやまびこで後ろになんかエロい絵が最低だ。それそれは最低だ。何で表現すればいいのこれ。それ出してんのソフトオンデマンドじゃないの。それは何これ。なんかもう横から圧縮した円みたいなやつが。これは横から圧縮した円ってことはエロいのって、本当にエロいのを想像してるじゃん。完全だったな今。特急列車の先頭についてる看板をモチーフしたお弁当箱に、列車にゆかりのある土地の駅弁屋さんが、うん、もう駅弁っていうもんダメだなこれ。盛り付けしてくれてる人気シリーズ第16弾。やまびこに盛り付けられているのは岩手の有名ハンバーグ、うん、格之進金閣ハンバーグ。食べても美味しいし、お弁当箱は記念品としても日常使いとしても役に立つ一石二鳥な一面。もう入ってこない、ね、せっかくの2位なのに入ってこないよ。2位が俺だって言いたくないよ。本当だな。しょうがない、まあ、言われれば言われるほどもう。そうだな。 でも他に難しいな。そうでしょ、表現できない、表現が難しい、表現ができないのよ。もう一番最初にそれ来るもんなこれな。第 3位なのか3番目なのか分かんないけど、二十、うん、歳成人式の桃太郎弁当、うんうん、三重松坂。二十歳成人式っていうのはさ、うん、どう、二十歳の人のもの。今回名前が結構違ってたり、うんうんうん、20歳の集いみたいなのにしてたり。だから二十歳成人式みたいにしてんのか、うんうん、基本的に18歳で成人だけど、成人式は二十歳からっていうところがほぼほぼだったらしい。なるほどなるほどなるほど、うん、そうなんだ。新成人の皆さんおめでとうございます。おかげさまで三重の有名駅弁桃太郎弁当も20周年。桃太郎、桃太郎、桃太郎弁当、桃だからこれ牛だね。あ、牛か、うん、牛の桃ね。牛のエリート松坂のお弁当らしく、黒毛、国産黒毛和牛のすき焼きは抜群の味わい。強いねそれは。一口食べれば目を開いてうまいぞと叫びたくなる味を。ああもうびっちり詰まってんだね。そうだね、牛の顔の形したお弁当なのかなこれ。確かにそうだね、取ると頭蓋骨みたいな。なんといっても驚くのはお弁当の蓋を開けると音楽が鳴るメロディーセンサー付き弁当。すごい、何が流れるのこれ。何流れるんだろうね。なんかそういうテーマソングがあんのかな、あんのかな、だってさ。今回も3つ厳選してお伝えしてますが、本当にたくさんの美味しい駅弁が大集合です。うん、駅弁を食べて旅への思いが募ってきます。今年こそ全国各地を回って美味しいものを目いっぱい食べる年にしたいものですね。といいね、いいね。どんぐらい食べてんだろうなこの人。いや相当相当食ってるよね。出るでしょうトータルで言ったら。かなり食ってそうだね。高級100、これはもうあれかな、これ全部持ち帰ってそれぞれ食べてるって感じなのかな。やんない。こういうの百貨店にあんま行かねえから。いや行かないね。うん、蓋を開けると童謡メロディーって書いてあるわ。童謡ふるさと。それさ電車の中とかだったらどうすんの、ちゃんと駅弁として買ってふるさと流れてんのかな。どういうやつだっけふるさと、どういうやつだっけ。うさぎおいしいのやつ。たー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 忘れがたきふるさとっていう。ああそれかそれか、うさぎおいしいやつだな。あれが流れるったりするのか。電車の中でも流れちゃうのか。そうだね、ちょっと恥ずかしいかな。うん、はあ美味しそうだな。でもちょっと いいね、食べてみてえな駅弁な。ね、駅弁はほんと行かないな。行かないからね。それこそ3人で電車でどっか、うん、大阪が多かったかな一番。うん大阪だろうね、うん、その時なんか帰りね駅弁買ってそれぞれ食ったりしてたけど、ね、食ったね食った食った食った。そうだあれぐらいだよね、うん、だから
牛タン弁当とか食ってた気がする。新幹線でどっか行くとかの時だもんね。あとはもう大体ね、俺とかドンさんは崎陽軒のシューマイ弁当食べちゃうからな。ぐらい。全然食べないや。長らく食べてないや。食べてないかも。ちょっと気になるけどな。ね。崎弁か。百貨店か。新宿って言ってたっけ？新宿の京王？京王。京王って。慶応のところにあるやつだ。慶応って慶応のところにある。あのこっちがこっち側にあるやつだ。南じゃなくて、こっち側にあるやつ。どっちだ？どっちだ？歌舞伎町の方じゃなく。歌舞伎町とは逆じゃない？え、ってことはあのバスタがある方。バスタの右。バスタ。あの東南口がある方か？東南口がある方かな。ああ、うん。東南口とか南口の方か？あっちか。南口はでもあれか。もうバスタの前か。南口はそうバスタだから、南口出てバスタの右。バスタを正面に見て右じゃね？あっちか。ヨドバシとかある方だ。はい、あ、そう。あ、ヨドバシがある方か。あっちだと思うけど、ね。ああ、あれ慶応じゃない？なんかあったっけな。あ、慶応だよね、多分。多分そう。あのとこの西口だって。何階でやってんのこういうのって。上の方、下の方？なんか特設ステージみたいなのがあるんだよね、そういうイベントができるね。あ、へえ、そういうとこで。なるほど。あらんわ。ちょっとね、興味あるな。ねえ、ちょっとでも新宿か。新宿ってちょっと遠いんだよな。多いよくせえな。その辺でやってたらな。そうなんだよな。そうだね。そりゃそうだね。最寄り駅でやってくんねえかな。全部最寄り駅でやってほしいよね。ね、そうやってほしい。続きまして、言語はゴリラのような背中さん、男性の方。はいはい、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく拝見配信させていただいております。ありがとうございます。今回お伝えさせていただいたのは、鉄道さんの女子向け番組の話をもっと聞きたいということです。あれだ、ああ。12ちゃんじゃねえや、テレ東のね、東の朝、日曜朝やってるやつね。ファントムミラージュ。ファントムミラージュ。ね、最初、枠がなくなったような話を聞いてから、テント聞かなくなってしまって、毎日寂しいです。確かになんか15分枠になったとかいう話があった。そう。最近はどんな感じですか、教えてください。そうね、そういうガールズ戦士シリーズっていうのがね、うん、輝きなんちゃらみたいなのあったよね。あ、違う。輝きなんちゃら。違うっけ。あれ今何？今はいろいろ変わっちゃって、その15分枠だっていうのが、うんうん、ビットモ戦士きらめきパワーズが終わっちゃって、それビットモ戦士きらめきパワーズが15分枠になっちゃって、代わりになんか別の15分、はいはいはい、うんうんうん、それがもう去年とかの話か、うん、それ、うんうん、でそれがリズスタっていうやつ。全然違う、全然違う、もう戦うとかじゃなくて、もうダンスの、はあはあ、だからエグザイルのね、エグザイルトリビュートかな、はあはあ、なんかその辺の枠はそれ、そうそう、はびこってんね。そう、ザイル、ザイルファミリー、はいはいはい、その中から多分2人ぐらい出てたと思う。へえ、なんかリーダーの役みたいな人 で、あと斎藤さんだぞの人とかがいて、おうおうおう、うん、でそういうなんかダンスバトルものになったのよ。ダンスバトルになったんだ。そう、でもそれがね、先月か先月ぐらいにとりあえずストーリーはもう終わっちゃって、 あとはなんかそのなんだろうな、総集編をやりますみたいな感じになっちゃって、その後だからもうどういう展開なのか全然わかんないですよ。あ、だからもうちょっと俺も楽しめてない、正直。いや、まあとりあえず全部見たんだけど見てる一応録画して見てはいるのよ、うん、でももう今後どうなるか、もうだから俺ももうそろそろ卒業なのかなっていう。あれ、あ、なるほど。してますけどね。そうですか。次の動きは分かんないです。全然。あの三人称ハウスの実写でよくみんなが見る後ろの棚には何かの笛みたいな、ホイッスルみたいなのが置いてあるよ、ね。ああ、あれはポリス戦士ラブパトリーナのガチャガチャから出てきたやつが飾ってありますけど。ちっちゃすぎて多分みんなには見えてないとは思うけど。そうですね、もう分かんないですね。そうか、もう卒業だ。卒業なのかもしれない。
なるほど。続きまして、はいはい。坂上忍さん、女性の方。お、女性な。じゃあ違うか。うん、違うね。坂上だし。そうだね。どうぞ、さてさ、こんばんは。こんばんは。じゃあモノマネしようかと思ったけどちょっと似てないだろ。なるほど。言ってみてほしかったけどな。うん、いつも撮影や動画楽しく拝見してます。はい。ありがとうございます。私は今年25になるのですが。うん。一人暮らし数年目にして初めて電気が止まるという知ったような感じでみました。おお、電気が止まる。電気代をだから払わなかったってことかかな。あれってすぐ止まるんでしたっけ。いや、数日あるんやった。数日あるよね。そうね。でも電気は一番初めに消えるんだっけな。そうだよね。でガス水道かな、うん、あ、そうなんだ。現在仕事してるんですが本当に貯金ができず部屋も散らかり放題で日々自堕落を極めた生活です。うんうんうん。そしてこういったひどい状態にもかかわらず恋人、いや恋人はいるんだね、友人にはここまで落ちているところは知られておらず、あげく家族にも迷惑かけられないと考えてしまい、誰かと接するときはまるで何事もないような振る舞いをしてしまいます。なるほどね、なるほどね、はいはい、うん、いい大人ってこのようなことを匿名でお便りしてしまい、はずが別にここで本名に、ね、言う必要はないけど、まあ、坂上忍である必要もないとは思う。そうだな、そしから新たに頑張れるようアドバイスや激励をいただけ嬉しいです。アドバイス、なるほど。アドバイスってだって金貯めろとしか。そうだね、電気代だから払えってことだよな、まずな。うん、その辺はそうだよね。そういうのを多分電気代の請求が来たっつってなんかポコンって置いて、うん、どこ行ったか分かんないってなっちゃってるってことだよね、多分ね。ああそうか、振り込みっていうか、あの勝手に引き落としじゃないのか、うん、どうなんだろう。でも貯金ができないってことはそれすら払えてないってことなのかな。いや、それ用の口座かなんか作って本当にもうこれはダメっていう。そうね、だからお仕事されてるってことはある程度の収入があるわけだから、うんうんうん、使ってるってことでしょ。要は買っちゃうんだろうね。何使ってんだろうね。ギャンブルかガチャとかかもしんないし。何使ってんだ、何使ってんだろうな、何使ってんだろうな、ね、遊びに行ったりもしてんのかな。してんじゃない、まあ、まあ恋人もいるだろうね。いるんだよね、書いてある。だから何使ってっかをまずちょっと書き出して、いくら稼いでてどのぐらい使ってるからないんだなっていうのを把握するところからじゃないかな。うーん、だからないんだ。口座分けてだよ、やっぱり。まあ見つめ直すべきだよね。なるほど。うーん、生活費だけを入れておく口座、引き落としをされる口座。なるほどね。いや、バレた時痛いよね、それ。恋人とか。そうだね。うん、これ部屋には呼んでないってことなのか。だからかな、ちょっとうちはダメみたいな、見せられないから。そうだよね、ゴミだらけ。本当だったんだね、ゴミ屋敷。本当だった。なるほどな。うん、だから今年は呼ぶのを目標にしたらいいんじゃない。そうだね、恋人やる人も言える。そしたら部屋片付くと多分いろんなものが片付くから。ああ、うん、見えじゃなくなるわけだしね。そうだね、うん、からスタートしましょう。じゃあ頑張って、頑張ってくれ、頑張ってくれ、うん、頑張ってくれ頑張ってくれ、それしか言えない、うん、そうだな。かぼちゃスープお兄やんさん、男性の方。かぼちゃスープお兄やん、かぼちゃスープお兄やんさん、男性の方。いい名前だな。そうだね。最初皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。最初ファン歴7年ですが初めてお手にします。お、うん、ありがとうございます。皆さんに質問です。ピンポイントで申し訳ないんですが、お三人は27歳の時何をしてましたか。覚えてねー。私は現在27歳のですが、おそらく今までの人生の中で一番悪い時期です。ほう。20になった途端、友人と祖父が立て続けに亡くなってしまい、うん、6年付き合った彼女に、おめえといても未来が見えねえと振られ、うん、転職活動全くうまくいきません。7年間続けたバンド活動は打ち上げやその他のうぞうむぞうとの付き合いに疲れてやめてしまいました。ああ、なるほどね、うんうんうん。最近はこんなくどんで猥琐な自分なんて生きてる価値があるのかと思い始めました。うん、ここが踏ん張り時だと思う。なるほど。27か。多分免許取った年らへんじゃないかな。あ、それが 27? 26、7だと思うな。うん、俺とドンさんはだから三人称始めてちょっと経ってるぐらいの時じゃないかな。
今だって12年目でしょ俺ら、うん、あこうやってやりだしたのが、うう、で10、うん、10年前とかだったもんね、うん、なるほどね、うん、で27の頃はもうちょいしたら引きこもるかぐらいの、あ、まだ引きこもってない、そのぐらいの調子だと思う。だからもう本当に、うんうんうん、下がってる時、うん、よーし、うんうんうん、みたいな、よーしって転がってる時だと思うな多分。あ、だからまああんま同じか、あんまりいい感じじゃなかった気がするけどな。うん、そうね、別に絶好調なわけでもなかった。うん、何してたかな。俺も何もしてなかったんじゃなかったっけな。27の免許取りに行ってる時だったら結構あれじゃない。いや、いやおニート何してたろ。ニートになってる最中かな。 27? 27、あ、そんな時に免許なのか。そうで、あ、やべえってなって働き出した。あ、確か金なくなって、27ぐらいはお金がなくて、うん、多分働けないみたいになってた時だと思う。うーん、そろそろやべえみたいな。もうそう考えると随分働いてなかったんじゃないかな多分。だからね、27ぐらいはね多分働かないんだよね人は。27は一回休む時期だから、一回休みってね確か出るはず、スゴロクだと、うん、そう、うん、だからまあいいんじゃない。一回その充電期間に入った時あったからな。そうね、バンバンコンビニで働いててお金貯まって、でそこがなくなって1年ぐらいやってる最中だと思う、うん、で合宿でお金がなくなってやべえっつって、そうだな、働き再開しだした。30に近づくにつれてあらららららってなってくるから、なんだ気持ちが、うん、あららら、やばばばばばばばって、まだ余裕があるんだから27。まあ俺らの場合はね全員が全員じゃないけど、俺らの場合は随分じゃあ下がってた。ドンさんどうだったかなあの時期。いや、どうだったかな、いや多分やってないはず。その携帯屋で働いてた時は、いや、もうちょっと先なはず。あ、じゃあ腐ってた時だ多分。だってそもそも計画立てて計画立ててできる人間じゃないから、うん、合宿に行けてる時点で多分何もやってない気がするな。いや、その前に俺多分ね、ドンさんにね、なんか資格取った方がいいよねみたいな話確かして、うん、はい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 、何その話で、あのさ、タイピング検定とか一緒に受けてみるみたいな。その時か、そう、多分それが何、タイピング検定、それが合宿の前でそういう話してて、うん、車の免許もその流れだったような気がしたんだよね。ああ、そうかもそうかも、そうだったそうだった。なんか俺らでなんかその今で取れるやつとかって何なんだろうねみたいなんで、うん、一丁一発タイピング検定行ってみるみたいな、うん、そう。車の合宿ってさ、うん、あれ2人で行ったやつでね、なんかファミコン持ってったみたいな。あ、そう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 、あれでなんかそこの人たちと くだらないというか、あのなんかその変な仲良くなったよね。まあなったなったなった、うん、星のマーク指、あ、やったやったやった、うん、だ放送とか多分してた時、放送とかしてたね、してたしてたしてた。ただ別に三人称としてもそんなに別に、うん、あのがっつりやってるってわけじゃなかったと思う、うん、だって始まりたてぐらいの。そうだね、うん、で別にその世間の流れ的にも別にその配信でお金がっていう、あ、そう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 、全然なかった時期だから、全然活動として収入を得てるってわけじゃない。だからその頃の俺なんてもう本当に、いや、うん、やべえやべえわ。だっていや俺もだって貯金切り崩して生活してて、うん、それよりも前ってもう本当にやべえ時、うん、やべえわ、うん、なるほどね。はよな、だからやっぱ27やべえです。やべえですね基本的に、うん、27やべえです。27大体の人はやべえ時だから、まあ、少なくとも俺ら3人はやべえ時期でした。やべえ時期だったな、うん、だから安心安心はできないけど、安心はできないけどなんとか生きれてはいるよ、うん、その後ね、なるんですよね。そう、ああ、まあだからまあやべえなって思っとけば大丈夫じゃない、うん、やばくねえなが一番やべえ気がする。そうそう、あ、じゃあ平気なんだじゃないんだよ多分、うん、そうね、やばくねえなが一番やべえ気がする、うん、やべえなって思ってれば大丈夫、うん、
そう、だから今その気持ちの状態っていうのはいいことですよ。そうですね、なんかおかしいなっていうね、続きまして高倉バイオリンさん、女性の方。はい、いつもお疲れ様です。おはようございます。本日は皆様へ相談したい悩みがありご連絡させていただきました。はい、はい、私が悩んでいるのは、お誘いいただいた音楽団体への丁寧な断り方になります。丁寧な断り方。団体、うん、私は現在音楽家という職から手を引き一般企業に勤めております。うん、しかし演奏者の人手不足や私が音楽歴があるということもあり、毎回演奏会が決まるたびに複数のアマチュア団体からはオーケストラの演奏者としてお手伝いできないかという連絡いただきます。なるほど。お誘い自体はありがたいことなのですが、問題は演奏に参加すると休日練習に時間を注ぐことになり、ゲームでマルチ遊ぶということができなくなってしまうということです。まあまあ、まあ、そもそも私が音楽家を辞めた理由が、飲み込みが遅い私は日々個人練習ばかりでゲームなどする時間がなく、それがストレスとなり音楽家という職業を捨てて一般企業に転職しました。うーん、なるほど。オンさんとだから結構似た感じの嫌いがあるかもね。大学時代からお世話になっている団体方へ、ゲームをいっぱいしたいから今後誘わないでください、今までありがとう、ありがとう、さよならと言えるわけもまあ当然なく、なく、そうですね、一度お誘いを断ると、次回の演奏会でまたお誘いが来た際は参加しないとだよなとか勝手に自分で断りづらい考え方になってしまい、うん、毎回参加し、今回の参加で最後、今回で最後と思いつつも結局次も参加しているという、はいはいはい、負のイエスマンが続き約10年が経ってしまいました。ら10年は結構だね。で、今年で30歳という区切りで、演奏の誘いがある全ての団体から手を引きたいと決めており、うん、どう断れば相手は不快になれず私のことを諦めてくれるか、いつもお世話になっているので失礼ないようにされるかなと返信に困っております。うん、お三方はフリーランスという立場上、昔からお世話になっている企業様や中の一員とのからのイベントお誘いが来ることあること思いますが、その時の断り方のどうやっているのか、この文言入れてるななどあれば参考にしないで教えてください。まあさすがにこの文言入れてるなは、あの今後に影響が出ると思いませんけど。本当だね、うん、そうですね、10年なんかそういうの、あーでもそうか、10年なーなーで結局は参加してるのか、そうしちゃってるんだね、うん、してなかったらね、あーダメだってなるからあれだけど、どうしたいってことだもんね今ね。そうだね、なーなー、まあでも、もうでもやらないって決めてるなら音楽は難しいのかな。でも音楽はもうやります言うのも難しいのか、やらなくても問題ないのであれば言うべきだよね。もう別に、うん、あちょっとやりたいなって思ってるなら別だけど、やっぱ他のことやりたいし、まあ音楽切ってもいいやって言うんであれば、もう別にやるつもりはない。割と正直に言った方がいいパターンってあるよね、その今の本当にやらないんだったらもう正直に言っちゃっていいと思う、ね、でもなんかあるからずっと伸ばしちゃったんじゃないかなって思っちゃうけどな。あ、10年やったのはね。なんかね、どこかにね、やっぱこうやりたいというかさ、やっぱ音楽とかってさ、一度離れちゃうと再開するのめっちゃ難しいと思う、ね。むずいね。だそういうのも知ってるだろうし、だからっていうのもあったりするんじゃないかなってちらっと思っちゃうけど、どうなんだろうね。うん、やったらやったで楽しいんだろうな。そうだね、多分ね、うん。でもやっぱ時間は取られる。まあそれは。うん、それが嫌だっていう気持ちもすげえわかるしな。うん、らしいね。一旦充電期間に入りました。そうね。でもまあそうだね。今年1年、例えば今年1年間ちょっと離れてみようと思ってるとか、そういう伝え方して実際に1年やめてみたら、うん、やりたいのかやりたくないのかとかわかるだろうし。そうね。それでまた言われて自分がね、あやりたいってなったらあれだし、うん、やらなければこの1年でちょっと考えが変わりましてみたいな。うん、そうね。うん。とすると1年自由にできるね。うん、無理にやるのはね、あんま良くないからな。無理にやる。お互いに良くないんだよね、それって結局なんかその、うん、まあそう、ね、結局それがちょっと申し訳ない、気持ち的に申し訳ない感じになるから。そうね。うん。確かにそうだね。向こうは一生懸命、ね。そう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 。熱意の差みたいなのが出ちゃうからな。うん、どこかで。思った。だから一旦今年はみたいな
言い方勇気を持って言ってみてもいいんじゃないですかね。そっちの方がいいと思うかな。そうしてみてください。はい。てなところで本日はこの辺りにしときましょう。はい。動画見てる方、下の方にあります番組説明、概要欄、すべてのお便りはこちらというところからメールを送れますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お願いします。特に何かがあるわけではないですよね。ないと思います。なんか、LINE のスタンプ出ました。ああ、出ました。はい。ああ、それは雑談で言ってなかったのか。雑談で言ってないね。出ました。LINEスタンプ、出ました。出ました。使いどころがあるか分かりませんが、あるし、使いどころがなかなかいいと噂の僕のエッセイの LINE スタンプもあるので、そうだね、はいはいはい、ぜひぜひ。今だいたい鉄塔さんのよろしくか了解を使わせてもらってますが僕たち三人称の LINE スタンプもありますので、ぜひぜひあります。そうだね、検索で三人称って漢字で入れれば出てきたから、うんうん、どっちも出てきたんで、まあもしよければ使ってください。お願いします。はい、まあそんなところですね。はい、はい、それではまた今年1年間もよろしくお願いしま す, しいします。ということで、三人称雑談第433回は以上となります。はい、それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。さよなら。バイバーイ。